なるほど。一概にはいいとは言えへんねんけどな。あー、逆にね。うん。ペット連れてたやつおったやなって言われたら。確かに。目立ってしまうっていう。いやそれ聞くとなんかあれやな、ペット。なんか俺も今ちょっと自分で言ってなんか、やばいかなと思った。なんか俺が見られてなくてもペットが歩いてたらさ、あれみたいな。あれ暗闇とかでさ。なんか死んだ時ペット残るからそっちの方がええかなって思って、つけてるけど。ああ、そうか。その位置に持って残りっぱなしやん。あ、じゃあもうやっとこう。結局ね。お腹すいた。ウーバーしようぜ。ウーバーな。便利な夜中よ。いや、ウーバーマジで便利すぎてハマっちゃったんだよね。デブじゃん。すみません、質問バックで申し訳ないんですけど、はい、今画面真っ暗なんですけど、これ僕だけですかね。多分かな、多分そうっすね。あ、マジですか。基本的に真っ暗になることないんで。なんだこれは。もう一回起動し直したりとかしたらないですか。わかりました、やってみます。配信とかつけられてますか。あ、俺も今してます。あ、もう配信つけてます。わかりました。じゃあ、つけます。設定どうしようかな。名前変えちゃう。いや、まさか配信に乗るとは思ってなかったですね。やりますね、ツイッチ。タスクバーアップデート、タスクダバーアップデートってなんだろう、これ。あ、入れた入れた。またタスク増えたんかな。あ、なんかバーが増えるかどうかってこと。あ、これじゃあバーは見えなくした方が面白いかもしれない。そうだよ。あ、確かにね。うん、あのメタ読みができなくなるから。じゃあミーティングのたびに分かるでいいかな。うん、はい、それでいいと。 OK。 で、タスクが増やすか、33くらいでいいっすか。オッケー。はい、クールタイムが40でいくわ。あとは話し合いの時間伸ばす。まあ話し合い、まあ最初それでいいんじゃない。あ、でも2分ちょっと短いよね、確か。150秒とかでいい。150にするか。あとはあれ、コンフィウムエジェクツってわかんないやつだよね、これ。そうですね、うん、そうだよ。キルカウントダウンもうちょっと短くしよう。35か35にしよう。あ、40長い。 40長くない。じゃあ30でいくか。 OK。 キルディスタンスショートでいいかもしれない。キルディスタンス何。あ、部屋落ちしたわ。部屋落ちしたわ。待機過ぎてる。ちょっと今もう一回書き直すわ。 OK です。これ最初8人スタート。どうだろう。まあ最初はいいんちゃう、それで。で、後から入ってきて、あと顔とかやろ。そう。こう準備してんのかな。デモンがピリクルとか。はいはい、顔かいいのか。今だったけど、びっくりした。やべ、俺らのアイドルじゃん。オーバーリアクションすぎる。俺らのアイドル顔。はじめましてじゃねえや。すいません、これ初歩的な質問でいいですか。いや、ダメです。あ、ダメですか。ありがとうございます。厳しいな。いや、これパソコンで初めてやるんですけど、はい、画面全体に表示されるじゃないですか。ああ、どうやって配信するんですか。いや、設定で変えられますよ。変えますね。ゲームキャプチャー、ゲームキャプチャーカメラで。そうですね、ウェブカメラで。カメラ。ゲームカメラ。右上の歯車マークでグラフィックスってあるから、それを押して、そのリソールション。ああ。なんか変更で、なんか調整できますよな。なるほど、なるほど。はい、あれで何も変わらない。なんか一回こうオッケーみたいな、アプリみたいなのを押してやれば変わるかと。あ、なんかフレンド申請しちゃう。え、これってアマンガースの方の歯車でグラフィックスでリソリューション下げて、あ、フルスクリーンをオフに後して。あ、はい、了解です。できました、ありがとうございます。超絶申し訳ないんですけど、GK がなんか人足りてないみたいなんで、ちょ、行ってきます。すいません、マジで。すいません、マジで。ちょ、24後でやってたら、空いてたら行きますって。ちょっとすいません。終わったらやろう。すいません。
またお願いします。ごめんなさい、本当に遊びたかったよ、俺も。お前すいません。やろうやろう、また後で。はい、はい、とりあえず顔顔入って8人やな。そうだね。で、プレイヤー。え、待って、ルール、え、ルール君、え、ルールプレイ？ルールプレイがどうしよう。これ何人つつばいの？これルールプレイじゃないか。ワイツー数で数えてないぞ。大丈夫か？今、ボイスチャンネルも来ましたよ。はい、どうも。お、来た来た。いやいや、君数に入ってた？え、いや、空いてるなら、ちょっとだけやらせてよ。いやいや。ちょっとだけやらせてよ。やろうや、別に。やりましょう。いや、いいけど。ちょっと自己紹介してもらっていいですか？あ、どうも、パチンコパチスロのプロのルールブレです。新しいの、そう、黒いパチンコキャラやってるな。明らか初対面の人何人かいますけどね、ルールブレさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。格ゲーマー人狼見てます。え、お、マジっすか。ちょこちょこ見てます。格ゲーマー人狼出てます。はい。え、まさかの見てたね。ルールブレさん。はい、ルールブレか長いんで、ルールブレって言ってくれば。よろしくお願いします。はい、お願いします。名前の通り約束を守らない男なんで。なるほど。そんなことないよ、ルールを壊していく。あ、これ、はい、あ、もう入らないといけない。これ設定でちょっと質問なんだけどさ、はい、あのニモウスボテスって何？え、アノニマスボテス。これは敵側がみたいなやつ。え、あの投票した時にあの誰色が分かる。ああ、じゃあこれ分かんない方がいいよね。うん、そっちの方が人道的にはありがたい。あ、じゃあちょっとチェック入れるよ。じゃあ分かんなくして。はい、じゃあ急いで。確かそうだったと思う。ふーんとか言ったけど何も分かんなかった。要は投票した時にさ、自分の色とか相手の人誰が投票したか誰に投票したかが分からなくなる。いつも分かった方が。ああ、なるほどね。追記しやすいってことですよね。そう。分からないのがまあおもろいでしょ。はいはいはい。疑心暗鬼に乗りやすいでしょ。川川さんまだですか？あ、ちょっとずつ待ってくださいね。うん、なんか本家の人狼は名前が違う。名前が投票した人わかるから、なんかそれに慣れちゃってるな。あ、わかるんだ。本来の人狼は投票した全然先がわかるはず。え、なんか、あ、なんかピルクルさんも開いたら教えて言ってましたよ。開いてる開いてる開いてる。ちょっと3秒待ってください。いや、無理、もう無理。ああ、ごめんなさい。ピルクルさんと話すの久々だな。関西人に厳しいな。あれ、トラボさんいます部屋に。あ、まだでした、すいません。ああ、オッケーです、オッケーです。入り方とかわかります？わかります。課金してますもしかして。なるほど、なるほど。ん？コマチン課金してます？課金しました。してるね。ハマりすぎや。いいな、これ。かわいい。はい。ようわからん生物。え、地球外生命体これ。はい、これ宇宙うんちっていう。こっちもあります。いや、持ちすぎ持ちすぎ。肘の。あ、なんか気持ち悪い。おい。くそ。一目だ。じゃあもうこっちにするわ。え、なんか入れないって言った。なんで？アジア、アジアにしてる。アジアにしてないじゃん。そういう。海外暮らしだっけ？どこだ？アメリカになってた。アメリカ暮らしだ。そう、アメリカ暮らしなんですよ。カオカオ久々やな、はいはい、でもほんまに。で、あ、マリオカートやってます、カオカオです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、アピールポイントあるといいよな。もっと JK。 も女の子です。よろしくお願いします。はい、よっしゃ、揃ったか。じゃあとりあえずやるか。いきますか。はい、えー、じゃあよろしく、お手柔らかにお願いします。いやー、お願いします。じゃあインポスター2年、よし、行ったるで、こまんやで。安心安全の市民です、こまいです。はい、ウェポンから行きたいと思います。あ、お母さん、ミュート。撃て撃て。ここに行く人、基本的に絶対白かな。ゆうすけさん絶対白やな。ゆうすけさんは白だと思います。こまいです。ゆうすけさんどこ行った。ゆうすけさん偽造怪しい、偽造怪しい。何
はい。はい。トラボさん、はい、早速押されてるやん。早い。場所は。これはトラボさんですかね。トラボさん、早速殺されてるやん。洗礼受けてな。洗礼受けてるわ。ハタさん、どこで見ましたか。どこでストレージの下の方のエレクトリカル側のあの道のところで死んでるのを見つけました。多分コマチンとユウスケさんは場所的に無理じゃない。そうですね。O2 側にいましたね。そうやね。O2 側で2人とも多分隕石打ち落とすタスクやってたと思う。うん、はい。俺もその辺でタスクやってたわ。え？それはどう？いや言った言ったでしょ。俺、畑迫さんの後ろにいたけどね、一瞬すれ違ったけど見えた。俺は見てないか。見てないかもしれない。オッケーオッケー。私、鮭さんと、鮭さん？これ鮭さんでやってます。僕。鮭さんと一緒に、ちょっと待ってください。マップ開かない。孤立してんの？二足さんと中なんか一緒にいたけど、ね、そっから僕、川川さんに合流した。鮭っぽは、そうだな、カフェテリアの右上で、助けてたのかな。そうそう、一瞬だけパーって言って、うん、そのまま下に流れていった。そうだね。で、うん、僕、ずっと誰かに会おうとさまよってたんですけど、誰とも会わずに一人で、ウェポン方面流れてたんで、ナビゲーションに最初行こうと思ったんだけど、初動キルが怖かったから、そのまんま左にズッバーって流れて、うん、メッドベイで今。なんか、すごい、すごい喋りますね。まあでも、怖えよ。一応ストレージ通ったんだけど、中盤ぐらいのストレージにはしたいなかったかな、多分。なんか証明できないのはステコっぽいけど、今のところは。まあ、他は誰かみんな一緒にいるってことやんね、でも。ルルブレは俺結構フリーでしたもん、一人で。まあ、ルルブレは見られたらしいですけど。右の O2、O2 か。O2 でユウスケさん見て、はいはい、で、シールドの方行ったんだけど、人いなすぎて怖かったからストレージに行って、はたさこさん見たぐらい。あ、そっちから来たんだ。なるほど。そうそうそう。上からだったんで。ちなみにストレージ通った人って他に誰かいるんですか？ストレージ入るとかなって言うのいないなら。俺もちょうどいた。だから、その入ったぐらい。いないなら僕、はたさこ、ルルブレさんの3人。3人の誰かやと思うで。うん、他みんなアリバーにあったら。うん、なるほど。そうですね。うん、もうこの3人は怪しんでていいと思いますけど。まあ、そうやな。する？畑迫さん第一発見者でした。いや、まあでも3人いるからなかなか釣れへんけどね。まあ、ここは釣れない。人数的にはまだ余裕があるから。うん、まあ、そうやな。アリバイがないのが畑迫さんとルルブレともう一人誰？ステコ。ステコです。あ、ステコさんか。でも多分、じゃあ、畑さんとステコ。とルベルさんの誰かは一緒にいた方がいいと思うよ。3人。あ、3人か2人か、どっちか一緒にいた方がいいと思うけどね、俺は。俺1人がいいな。怖すぎだろ。怪しいんだよな、それ。まあまあまあ、全然ついてきても、僕タスク最初こなすんで、ついてきてもらっていいっすよ。いや、僕の予想はね、これステッコマジで怪しいと思うんですよね。あいつの配信ちょいちょい見るんですけど、結構ね、すぐにね、殺すんすよね。サクッと。で、アリバイないときは基本的にやってんすよ、あいつ。うん。それすっげえ思う。まあ今また多分、ちょっとクールタイムなんで、ここがやっぱ一番殺しやすいとこやから、早くちょっと終わらしとくか。な、ペット君。これ、義足怖いな。義足も怖いわ。来るな。お前殺してダクト入んだろ。左がいいのでも俺と義足ぐらいしかおらんちゃうか。
はい、そろそろかなと思って落ちました、はい、誰も死んでなかったんで良かったです。確かによくないね。いいね。そうですね。右側ずっと僕とカオカオさんとユウスケさん3人で結構固まって動いてて、何事もなく、まあ3人だからっていうのもありますけど、何事もなく進んでました。まあ僕の目線絶対ユウスケさんは白やなと思ってるんで、そこは安心した方がいいと思います。はい、そうですね。僕もコマチンさんもそうなんで、絶対白なんですか。うん、俺は白やと思ってるよ。まあでも、まだ分からんけどね。あのトラボさんの殺害者でないだけで、別にもう一人の人類である可能性はあるから。うん、まあでも、あのタスクのしてる感じは結構、じゃあ、まあ、適切な感じはしてたけどね、俺は時間とかそういうの含めて。で、ユウスケさんを、その、なんだろう、もう一押ししたいんだけど、停電あった時に、多分殺せるタイミングだったと思うんだけど、ユウスケさんが人狼だった場合ね。うん、でも自分のこと殺してなかったので、そこもちょっとあれかなって思って、割と怖かったんだけど、俺は鮭っぽが白かなと思ってちょっとついてってて、義足がちょっと若干一人行動をしてて怖いから俺は逃げてんだけど、俺そしたらルルブレとほぼ一緒にいたよ。ああ、まあ一緒だったね。で、俺はルルブレがまた単独なんですね。停電直したのはステコです。ああ、なるほど、うん、あれ鮭っぽじゃないの。ん、僕、コマチンさんでしたもういた、いた、いた。あ、もういたんや。うん、あ、なるほど。でも、多分俺が先に直せだと思う。あ、オッケーオッケー。はい、はい。片坂さんも最初、2人でいたから、その時、殺してくるかなって思ってたけど。あ、そうそうそう。上の、ウェポンのロングタスクの時に2人でいましたね。そうです。何もなんか俺が1人で行動してるから、詰められてる気がする。けど、これ、ステコさんっていいんじゃない、まあ、でもお互いそこは、いや、それは嘘でしょ。それは嘘でしょ。いや、クールタイム最初稼げてないから、まあ、初動は分かんないですけど。ああ、確かにそういうの。じゃどんどん排除していくべきなんじゃないか、これは。何か引いてますね、義足さん。その発言は、何か迫られてる。義足さん、頼めよ、お前。まあ、一緒にいたんだから、一緒にいたんだから、お前白くないと困るんだよ、俺が。まあ、でも今のところ特に。まあ確かにね、しかもタスクもまあちょいちょい進んでると思うし、まあこの調子でって感じですね。じゃあね、はい、じゃあ事前に僕ちょっと怪しまれてると思うんで言うと、僕次左側メインで動きます。あ、オッケー。はい。はい。はい、まあまあ確かに、それはまあいいか。タスクで残ってるんで。僕はだいたい右側にちょっと残ってるかな。もう左メインで。ぼちぼちね、白角押されてたユウスケさん次殺されるよ。いや、そうなんですよね。気をつけないといけない。白角こそ殺さないんじゃないですか。まあまあまあ。まあ、ここでは殺されへんやろかな。さすがにな。貴族で見られてるし。さんにはまあちょっと白っていうのはやっぱアピってね。はいはいはい、まあまあ左側に多いね。から全然動いてないやついるけど、ベッドベイ、ベッドベイ、3人リアクターからストレージ、全然動かへんやん。死んでる誰か。
なんもない。おお、ナイスナイス。すごい。なんもないですね。キルクールダウン稼ぎと、捨て子のタスクが全部終わったので。お、ナイス。はい、押しました。僕まだ終わってないで。もうまだ。俺もまだあと2つぐらいあるかもね。あと俺ダウンロードとアップロードくらいかな。ユゾクさんでも気をつけた方がいいですね。それ時間かかるやつだから。そうなんだよね。でもまあ、あれなんで全然サボタージュも今酸素始めてきたくらいだから、慣れてない人かな。じゃあ、ネタシリーいいね。あ、確かにね。私めちゃくちゃあれやってますよ、実は。iPad で。iPad でやってますよ、ポコチーマルさんは。はい。今日初めてパソコンしたんで。なるほど。ポコチーマルじゃあ、初見の人がわからないかもしれない。誰だよ、そんな失礼な名前つけたやつ、マジで。まあ、とりあえず、まあ、でも、タスクガチできそうじゃないですか、このままだったんですよ。確かに。もう、タスクガチでいいと思う。多分、人狼側も焦って、多分、無理やり殺しに来ると思うんで。ああ、多分、ぼっちぼっちすぐ、ね、キルしてくるけど、まあ、それ差し引きに行っても、多分、間に合わないから。うん。確かに。僕、誰かについてってもいいですけど、指定があれば。誰だろう。じゃあ、ポコチマルさんでいいんじゃない。とりあえず、とりあえずつけられる。じゃあ、俺一人で行動して。じゃあ、デートしますか。あ、じゃあ OK です。それはちょっとね、それはちょっととか言えないですか。もしかして。お金払った方がいいですか、私。ちょっとレンタル。レンタルかもしれない。怖いっすよ。もしかしたらでも、慣れてないって言ったら、ユースケさんとかになってくるのかもしれない、もしかしたら。俺はなんか白かなって、ちょっと思ってたけど、実は違うみたいな。俺もこれで終わりやもんな。タスクコンプリート。メッドベティ入りしたぞ。これは待ってくれ。殺されてると思う。あれ殺されてなかった。顔なんじゃないだから。あ、ステコ。あ、まあそうだよな。あれあれ顔カードデートしてんじゃなかったっけ。ステコ聞いてください、聞いてください。はい、違います。何がまず、あの監視カメラの部屋に行ったんですよ。はい、セキュリティか。私が降りたんですよ。はい、先に。で、なんかあの矢印出たんで降りたんですよ。したら、うん、ついてこなくて。はいはい、私が出たの知らなくて、見てて。で、はいはい、来ねえなと思って、私疑われるの嫌だから、戻ったんですよ。したら死んでて。誰ともすれ違ってないと。多分、上から来て、上に戻ったから、私と出会ってない。え、じゃあ、電気、電気何、暗いまま？暗い。ん？電気暗いまま？あ、停電の時にってこと？そう、さっき、電気停電開けて見つけたみたいな。そう。ああ、なるほどね。でも左板を特定できひん、別に。そうですね。僕とルルブレさんとコマチンさんは同じとこにいたんで、うん、俺とハタサコは、確かにね、俺とハタサコはエレクトリカルでしたね。エレクトリカル。うん。ってなると、停電直したのも俺なんで。うん。顔と鮭ポーさん。停電の方に行く人が見えたから、自分はもう上の方でメッドベイの方でタスクしようかなと思って。でしたらユウスケさんおって。ユウスケさん。うん、はいはい。大丈夫かなと思って。うわ、これなんか。とりあえず回ってたとか。え、ユウスケさん鮭ポーとあったんですか。いや、あってないですね。あって、タスク中やとか見えんか。かな。俺は見へんやつです。メッドベイ入った時にユウスケさんと多分ルルブレさんかな、メッドベイだね。うん。そうですね。で、俺3人やって。そこでは鮭さん追ってないけどね。ほんまに最後の方、あの、あれかな、報告来る前。え、でも停電中やから分からへんよ。ああ、そうですね。最後の方はね。なぜ鮭っぽは見えたのかな。直前まで行ってたから、僕もそこにタスクがあったから、行ったって感じかな。で、ふわーって広くなっていくやん。あれ、停電上げた時。そこで、あ、ユースケさんおるって思って、うんうん、そしたら、ま、そなった。停電前はどこいたんでしたっけ。停電最中から。どっち側から来たんですか。停電最中とか。カフェテリアの上の方で停電なってって感じ。ああ。
ただメットベイとセキュリティってつながってるよな。まあ確かに。ベントで。だから要は、シャゲポベントで見てて、あ、メットベイ、ユースケさんおるから、こう、じゃあ見つかったら証言しておこうとも言えるよね。なるほどな。そうか。まあ別に釣ってもいいけど、これは。釣らんでもなんかタスク勝ちできそうな気はするけど、ね、まあ、まタスクでもかなりもうちょっとで、ね、も終わりました正直、まあ、俺何個か残ってる。最悪の時ダブルキルされた時に絶対一人釣らなきゃいけないって状況になるけど、まあそうね、うんうん、まあでも結構割とその一緒に行動してる人がいるから、まあそうやね、余裕はあるっちゃある。じゃあカオカオとハタさんと義足が一緒に動いて、あーオッケーオッケーオッケー。でも3人結構白いっすよ俺目線。まあ3人とも今怪しいの誰だ。僕か、怪しいの。とりあえず水星は。うん。俺は終わってんけどな。いや、ゆうすけさんは多分死ぬやねんな。あと、ダリアタスク終わってない。誰やったっけな。あ、とりあえず、人狼絶対速攻キルしに来ると思ったから、はい、とりあえずキルタイム稼ぐために押しましたと。なるほど。はい。はい、それだけです。はい。僕あと、アップロードだけです。え、てかさ、え？なんか最初のさ、畑さんが最初死体発見したときさ、うん、うん。うん。怪しかったのが誰やったっけ？ステッコさんと、ルルブレと畑そこっていう。なるほどね。僕正直ルルブレさんが何やってるかわかんないんですよね。え、いや俺タスク普通にやってるよ。タスクがねずっと同じとこにいるんですよ。だからもう、え、いやメッドウェイのあのルルブレとあれあるじゃん、試験管のやつ、試験管のやつ可能性はだいぶある、ね、あれ一回取りに帰ったんだよさっき。ありそうって、まあグレーだから、ね、まあ、いやいや待って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 、シャケさんとルルブレの可能性は俺分かった。じゃあちょっとタスクやるからついてきてよ。エレクトリカルとシールドね。オッケー、タスク残ってるから、まあ白目と白い人が、シャケさん、あ、シャケ、他もタスク終わりました。俺も終わってる。あと誰だっけ？あと誰？俺まだ二つぐらい残ってる。俺畑さんについていくわ。俺畑さん。いや俺も、俺は逆に畑さこさん怪しいよちょっと今。だ俺ついていくわじゃあ。俺視点では、うん。俺かなり白いのになぜ俺を怪しい？え、白い？そう？白、そんな白くは感じないですけどね。俺はちょっと白だと思うけどな。いやでも全員怪しいよ、もうこれ全員怪しい。なんだろう、俺ユースケ、ユースケコマチンもあるかと思ってるもん。ああなるほど、ね、時にエレクトリカルにあの直したの、あの電停電直したのも俺だし、貴族さんに見られてるし、そうだ、多分結構白目だと思うんだけどな。ステポさん切るは旗とか無理だね多分だけど。え、でもじゃあ逆にトラボさん切るは旗そこさんできるじゃん。ああ、まあ、うん、まあゼロではない、切るして、まあ報告ね。まあ、うん、まあできるね。それも確かに。まあいずれ、まあ一応まだあるから。俺いずれ顔も全然怪しいし、なんか。僕はどうしたらいいですかね。怪しまれてるんで一応。僕も終わってるんで、ルルブレさんとこついてきます。あ、ありがとうございます。お願いします。はい、そういうことで。じゃあユウスケさんが死んだらルルブレね。そうですね。俺が死んだら。全部。ああ、まあなるほど。ちょうどいい感じになってるのか今。え、ここにはあとどんくらいなのタスク？私終わったよ。終わったの。ああ、じゃあシャケポは僕終わってる。はいはいはい。あ、なるほど。じゃあポコチン俺についてきて、俺あとちょっとだけ残ってるから。了解です。じゃあ、あ、まだか。後で口座に振り込んでいってくる。ああ、こっちだろマジで。ついてきてもらうのに。シャケポルールブレラインか。口座に頼むわ。シャケポかなと。あ、マップ貼ってくれてたの、ありがとう。ミュートします。はい。畑さんについていく。
タスクガチやな普通に。あれ？え？どういうことだ？え？ちょっと待って。やっぱ顔顔とシャケさん？ちょっと待って、緊張でな、何もできへん、もうこれ。ああ、なるほどね。え、誰やったこれ？ほんまに何もできへん。え、私とシャケさんで。そうそうそう。あ、シャケさんやった。あの酸素の時にシャケさんが殺してくれると思って委ねてずっと殺せ殺せって言ってたけど誰も知らない自分でやれよお前が殺す殺すのをためらってたのね委ね合ってて結局誰も死なない本当に痛い痛い全然殺さんやん全然ないも全然疑ってなかったもうあんなあんなウェポンのロングタスクで一緒にいて殺されなかったら。あれは疑わない。あ、はたそこ名前はたねやんになってるなんか。あ、わかりました。じゃあ、ちょっと戻って。そうだね。あれですか？これはあかんな。いやー、でも、シャケさん俺が二人いた時に何もしてきんかったからさ。え、結局じゃあ、最初は誰にやれたのあれ。私が、パオカオさんに。はい。あー、そうなんだ。いきなりやられました。で、パオカオであったんじゃないのあれが。その、アリバイ。アリバイはシャケポとポコズリやり作った。無理やり作った。あー、なるほどね。なんか最初、疑い先からなんか外れてて、やばいやばいやばいと思ったんですけど、まあまあまあ。私が、なんかステコさんと一緒にいるって言ってたけど、そう、その話聞いてなかったよ。ステコさんがステコさん殺すから、これ私が殺すことあるやん。ずっとああいうふうって、って、会議中に言ってたけど、あんま話聞いてなかった。いや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 。俺、人狼に挟まれてさ、ほんまごめん。ほんまにごめん。ひどかったな、じゃなるほどね。まあでも犠牲は無駄じゃなかったんで。確かに。せっかくできるっていう感じだったのに。後ろから刺されたわ。喋ることが。来てくれ。なんか全員一緒すぎてみんな怪しかったもん、あれだって。まあまあ、だって。人が死ななさすぎて証拠が取れなかったっていう。そうやな。そのせいで俺が疑われるしな。俺もただ一人。申し訳ない。誰も会えないとか。次からもっと殺すように頑張ります。じゃなくなった。もっと殺してくれ。ためらなく殺しが。なかなか難しい。いや本当にこれ久々にやるからマジで久々にやるとマジで難しいこのゲーム。いや人を殺すということは。なんか殺しても誰かが前から来ひんかなとか考えたら殺せんくなっちゃう、ね。そう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 。もしものことを考えると。そうそう俺は全く一緒やねんなそれ。あこの流れかの曲がったら誰か来るな。やべこれ待って。あこれピルクルピルクル。あ名前の由来を。そういえばあれ隠してない。あの漫画。ああ、あの漫画のファンだからか。コード思いっきりあれだけど。まあいいし、入ってきたらキックできるし。ああ、まあ一回じゃあ。これピルピルで大丈夫で。人狼ってあれなんですよ。あの、修理のやつ。うん。あの、明るいから。はいはい。あの、何ライトどうだったみたいな言われて。うん、なんかその時めちゃくちゃあやふやだったからさ、絶対黒だなと思ったけど。明るいみたいな。よくわかんない。めちゃめちゃあの時実際違和感あったよ、なんか。そもそも、これがライトだったのか、酸素だったのか、わかんないし。全然わかんない。赤2人いないなんか色。え、あ、ほんとだ。ほんとだ。おお、なんかワープした。あ、色かぶるとかできるのかぶって、顔と。あ、じゃあ顔とか、かぶって、ね、顔とか、じゃあ。変えますね。あ、じゃあ茶色でいきます。あ、はい、ありがとうございます、トロボさん。やっぱ紫。ピルクルいるか。ピルクルいるか。はい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 。
はい、よろしく。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。2017年マリオカート日本代表のピルグルさん。2018年。両方が。めっちゃ漢字とか間違えるよ。すげえ。マリオカートできる人みんなほんとすごいっすわ。全然できない。あ、この間、あれでした、なんか、母校に届け配出てましたね。はい。でも50点しか取れなかったです。いやー、すごいっすわ、ほんと、皆さん。よし、じゃあ、OK かな。はい、頑張りまーす。G の2やな。2! 4月に上げてやるよ。結構怖いんだよな。落ちちゃったよ。一人消えましたよ、今。もう一回やり直そう。落ちました、落ちました。やり直す、やり直す。人狼が、はい、あの、サンタとかで殺してくれたら。もう一回。あ、そうか。あ、やばっちゃう。あ、いいです。あれだから殺すの。そうやな。うん、あー。ほらお前かこれ、酸素やった方が早い。やばい、止めないと。ダメだよ。いけ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 。止めろ。ダメ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 。90。3… 読めへん、数字が。数字が最後読めへん。数字が読めない。あー、やばい、死体の暗いな。あ、くそ。死体の上しか。やばいやばいやばい。9。頑張れ頑張れ、これや。頑張れ頑張れ。ついでに困りたのは、キルキルだった。普通にこの人狼、死ね。きつそうだな。いやー、すみません。あ、大丈夫、大丈夫。部屋 ID 一緒で。はい、はい、入り直します。あれ、今俺と誰だった？なんかペットってあれなんですよ。おいおい、俺のこと忘れるなよ。ペットって死んだら死んだとこにいるんですよね、確か。そう。ずっといますね、だから俺の亡骸をこいつは、あの、食いそうだよ、ね、死体、実際それなんか、市民、なんだろうね、市民側だったらなんか、有利に働きますよね。有利に働くができない。あ、なんかあれができないですよね。こう、通報のあれじゃなかったら。あれ、これ、ハテナ、誰だ？あ、このロボットみたいの、いいの？ハテナ、ハテナ、誰？茶色の。かわいいな。待って、ハテナ、ハテナになってます？ユウスケです。あ、なんか、ハテナ、ハテナですね。ちょっと、もう一回入り直すといいですね。あ、ちょっともう一回入り直しますね。はい。はい。消えてた。そういうパターンも。うん。このロボット欲しい。俺次インポスターなる読みでこの紙。オッケー。あのストリートファイターには勝てん。ストリートファイター。そういうことか。なるほど。確かに。スーツ着てるからなんで。めちゃめちゃ動きにくい。バキバキに割れちゃう。あ、でも、伊藤さんちょっとやって思ったんですけど、ディスカッションタイム多分長くないですか ?45 もいらなくないですか？ああ、はいはい。あれね、最初の投票できる。そうそうそう、議論時間が150もあるから、あ、45もあるの。だいぶ長いけどね。深い会議ができそう。なるほど。あ、シャケパサイ、大オッケーかな。オッケー、行きましょう。じゃあやりまーす。はーい。お願いします。お願いします。インポ来い、インポ来い、インポ来い。みんな落ちたやん。めっちゃ消えたくね。めっちゃ消えたくね。アイルリーカメラですね。部屋、新しく建て直した、ね。部屋、新しく変えた方がいい。そうだな。建て直そう。マジか。インポ誰？ドーン！またお前だか。うわ。とんでもない、マジこいつ。部屋閉じるわ。切った。国もノースアメリカとかの方がいいんじゃないですか。あ、そうする？はーい。なんかサーバーなんかで、向こうだもん。じゃあ、ノースアメリカにします。はーい。はい、どうも。はーい。一番右下のところを皆さん書いてください。はーい。マップ初期のままでいいよね。変える？とりあえずは初期で。これでいいんじゃない？これしかやったことないから。なんかね、あそこ広いなんかところ、ちょっとなんか、いまいち面白くないんやけど俺。やったけど。俺は好きだけどね。俺はあんま好きじゃないな。ないけど、まあ、難易度はめちゃくちゃ高いやん。あ、なんか、そうなんだ。そう。あ、コードあった。コードって隠した方がいいんですか？まあ、まあ、リスナーが多いならね。あ、全然大丈夫だじゃん。そんな。大丈夫だ。試しですけど。俺も大丈夫かな。
今弱小配信者バカにしたからね今。いやいや、じゃポコチンにちょっと同説の勝負しよう今ちょっと何。いや私54位です。いや普通に多いじゃん。いや普通に多いけど、ね、うん、先輩ないんですか。いや、全いや全然全然そんな比べるまでもない全然よ俺。ゼロ1個ついてるよ。いいよ今分かんなら。今738人。で皆さん入れてます？いや入りましたよ。新しい ID です。ノースアメリカ。あと新しい ID ですよ。あ、ノースアメリカ。はい、ノースアメリカの。なんかどう隠しても出るんだよな、パスワード。下に。画像バンって上から貼り付けたら、じゃないですか。あ、確かに。トラボさんとハタサコがなんか、バナナ被ってるかな、なんか。本当だ。確かに。これはマリオカート美味しい。あれバナナだっけ、そっちか。バナナ買えますか。トラボさん、さっきからずっと変えてる。え、これ変えた方がいいです。あ、じゃあ、なんか。あ、トラボさん変えたら大丈夫ですね。あ、ありがとうございます。あれかわいい。双葉めっちゃ可愛かった。色と合ってます。あ、それ違う。芽生えてる。エコ。めちゃめちゃ環境に優しそうな。みんなカスタマイズ終わった？はい。はい。はい、やりまーす。あさこ一人でまあ酸素つらさそうだけどね。光合成してる。宇宙人形で。安定安心。安定してんなこの市民って。あぶねえ。リーブしそうだったよゲーム。はい、早いね。はい。あの、僕、酸素、O2、リアクターになった時に、はいはいはい。あの、みんな行ったじゃないですか。はいはい。左に。はい、だから、俺行かんでもいいやと思って、アドミンでパッて見ようと思って引き返したのを貴族見てたよね。ああ、ちょっとすれ違ってめっちゃ逆走してんなと思って。その時に、俺は、あの、ユースケさんが、あの、顔を殺してんの見ました。見られてるよ。はい、違います。逆ですよ。あ、それはでも、コマチンの証言が俺は合ってることを。僕も思いました。いや、僕、いや僕最初に一緒だったじゃないですか。一緒にいて、で、ユースケさんが最後まで残ってたんですよ、上、あの。そうです、そうです。だから、なんか、ワンチャンこの時に殺してんちゃうかっていう読みで。あ、そうそう。で、俺も酸素の部屋であの落ち葉のタスクあって、でも、リアクターのやつ行かないとって思って、そして上っ端のとこ取ったけど、そう、ユースケさんが逆走して下の方には行ってた、確かに。まあ、あと僕がわざわざ引き返して、はい、しかも自分でセーフリポートするっていうのがおかしい、まずありえないんで、ありえない行動なんで、まあこれはまあ、これは、はい、小町の言ってることは多分俺が押すよ。まあまあまあ、確かに。そう、うん、だってそこで見られてんのに、あえて逆走してレポートするなんて、正直まあありえないんで、あの、白、まあそうだね、はい、黒だったらね。うん、ここはもう、ユースケさんを釣ってもらいたいですね。ここはまあ、ユースケさん釣るにして、あとは、あとはもう一人。そう、セコさんが人知れず死んでるけど、でも多分、ね、同じ場所とかじゃなかったか。いや、見えなかったね。俺見たのはもう、ユースケさんが顔を殺して、うん、あの、慌ててるとこしか見てないんで。ああ、俺、嫌です。あと、ユースケさんは、リアクターの方がいいんですか。そう。セコなんか右側で見た気がするんだけどな、なんか右側で見た人いません？セコのこと。いや、覚えてない、ね。俺、右側で見てないんだ。俺、隕石やってる途中にもうすぐリアクターなったからね。早かったよね。覚えてないわ。あ、まあ、とりあえず左行ってないか。え、リアクターにいなかった人いた？誰かみんな行ってたのか？わかんないけど。もう行ってました、ね。リアクター。あ、自分リアクター。俺とシャケさんが最初やったかな。とリョクルさんが最初やったけど。うん。は上にいた。そのリアクターのね。結構最初に出た白目でいいんじゃない？わかんないけど。まあそうやな。まあでも。仕事に。リョクルとシャケポ？うん。は最速かな。下いなかったから多分。他はみんな行ってたのか？
で、俺、じゃあ、白なん、俺。ってなると、怪しいのが、ルール、え、あ、ルールベル行ったんか。一応、俺も下側から行ってた。え、なんか俺間違ってた。あ、そうか。自分に入れたこれ。え、まあ、今、自分に入ってますけど、大丈夫ですよ。あ、オッケー。まあまあ、とりあえず、タスクどんどんやりましょう。はい、危ね。いやー、いい見方やったな。はい。やっぱ、次元はおぼるから、引き返しせよかった。ナイスプレイでしたね、今のは。やばい、暗くなったね。あ、やべ。どうしちゃったん。あ、でも多分俺殺されていると思うけどね。もう白ほぼ角やから。狙われにやったら俺になってくるんちゃうかなと思うけど。してくれてたけど、あ、もうこれは無理やと思って仲間を撃った可能性もあるから、じゃあ、まあでもこれダブルキルされたけど、まあ一応は、怖いけどな、ここ出てこられて速攻切るの可能性が、あ、偽造かもしろかな、お、ルームで殺されてる、はい。はい。セキュリティで、ルルブレかなが死んでた。なるほど。セキュリティ、結構みんなリアクターで集まってたよね。そうか。だから最後に残ってた人が若干怪しいんじゃないかなと思うけど。その後。ピルクルはずっと、なんだ、あ、なんだろう。どっから。リアクターいたじゃん。うん。リアクターいたときはアドミンってさ。はいはい。で、アドミンからメッドベイ一回タスクやって、セキュリティ行ったら死んでたんだけど。ああ、アドミンですね。すれ違ったのがシャケイさんと。そう、一回すれ違った。かな、うん。とはすれ違ったかな。俺、コマチンとずっと一緒にいたから多分、俺とコマチンは無理かな。まあ、そうやね。ルルブレさん怖かったんだけど、すごい。でも死んでるんだよな。エレクトリカルですごい、一対一を作ろうとしてきたからすげえ怖かった。他の人はどうですか？え、僕はすれ違った後、あの、ピルクルさんとすれ違った後は、ウェポン行って、うん、で、O2 で、あの、ゴミ捨てやって、で、ナビゲーションでタスクしようとしたところになったって感じですね。疑われるかもしれない。すれ違う前は？すれ違う前は僕、下から行ってないよ。で、セキュリティ入ってないんだよな。ドアエンジンから、ドアエンジン通って、で、カフェテリアってルートで、セキュリティ一切見てないから、トラボさんは？僕はエレクトリカルで、なんか一回、貴族さんとコマチンさんに会ってました、ね。そこがタスクしてて、で、リアクター、なんかブーブーがそんなってたんで、リアクターに向かって、で、それが終わったんで、真ん中の方行って、で、アドミンのタスクをやってました。そのアドミンのタスクやってんやったら、え、誰かすれ違ってないですか？すれ違、見た人とか、証明できる人は？誰もいなかったような、誰かおったかな、見たかもしれんけど覚えてないわ、これはもう申し訳ない。
多分リアクターの後でしょ、だって。そう、まあ、撮影の後じゃない。今、多分一人は連れてますもんね。あ、連れてる、連れてる。それは連れてんね。まあ、なら、コマンチン貴族あたりは多分違うと思うから。うん。片底は俺、リアクターすぐ直しに行って、てか、うん、リアクターの方向に走ってる時になって、リアクター直して、ですが、上行って、メッドベイの、薬のやつやってました。なるほど。今多分一番怪しまれてるのは僕やと思うから、ルート的に。うん。それをなんとかしたいなと思ってるんだけど。じゃあ俺と小松で酒ぽについていく？はい。それお願いしていいですか？はい。はい。なんかトラボさんがちょっと俺は怪しいかなとは思いますけどね。すいません、あれが長かったんで、とりあえず押しときました。誰も言ってなかったかなって思っちゃったんで。なるほど。ああ。自分はちょっと言ってなかったんですけど。リアクター解除なんか遅くなかったっけ？そう、遅かったから、もう人狼言ってんのかなって思って。うん、あれ、畑坂とか下にいたよね、今。はい、下にいましたよ。押してた？押してました、押してました。僕も押してたんですけど、ほうほう。なんか、畑坂さん、まあいいや。いや、まあ、押してました、押してました。なんか、はい、あれって長押しでやってますよね。長押し。はい。トラボさんを押してたんですか？押してました、押してました。なんか下に、下に旗が越えて、上にトラボさんがいたんですよ。はい、でも全然解除されなくて。いや、なんか俺も下行ったんだけど、なんか、鳩坂を入れるのにさ、全然送れないから、これ押してるかなと思って。いや、違う違う、俺が、解除してたんだけど、解除されないから全然押してたんだけど、おかしいなと思って、上行って、上もしかして死んでんのかもと思って、上ちょっと見に行こうとして、でもなんかいっぱい来たから、ああ、なるほど。押しに行こうかなと思って。ああ、それで送った。まあそうね、怪しいのはやっぱ俺のセンダートラボさんちょっと若干怪しいかな。まあですか。まあでもなんかそう見えちゃいますよね、確かに。いう目線はありますけどね。うん、まあ、アリバイがないからな。うん、アリバイ一応畑坂さんとその前もずっと一緒にいて、でその一緒に向かったんですよ。うん、そうですね、一緒に向かいましたね。はい、いや、あの時上にいたのトラボさんと。あ、僕です、僕です。とで後から貴族さんが来ましたね。あ、貴族さんか。全然解除されねえなって不安になっちゃったっていうね。なるほどな。まあ、そのリアクターの状況がちょっと知りたかったっていう意味で。ああ。まあ、畑坂かトラボさんのどっちかじゃないかなと思うけど。うん、まあね。うん。まあでも、まあ、釣る、あれはない、やらんでいいと思うから。まあまあ、そうだ、リセットしてもらえちょっと俺、左手にタスクあるから、ちょっと来てほしいな。あの、シャケポーさんは終わった。僕まだ全然終わってないから。あ、オッケー。あ、じゃあ最初やってもらっていいよ。ついていこう。じゃあ終わったら激しく動きます。あ、オッケーオッケー。はーい、じゃあスキップでいきます。あ、なんかちょっといいですか、ちょっといいですか。畑坂さんがもう一個怪しいのがあって、なんか結構すぐ別れてからすぐちょっと僕の方に来たんですよ。はい、だからなんかこれキルするまでになんか時間あるじゃないですか。はい、それを待ってるのかなってちょっと思ってましたね。あー、なるほど。はい、クルタイム稼いで。アドミンは僕見てただけですよ、全体を。とりあえず僕とコマチンさんは一緒で動くってことで。ああ、オッケー。はい。どうなのな、一人が。よくわからんけど。まあ、とりあえず俺はシャキポさんについていくかと。
ついていく。俺が死んでるの割れたら、まあもう、シャケポさんは黒確定やから俺は殺せへんはずやけどね。トラゴさんとギゾクが一緒にいる。トラボさんがいて俺が殺されたとき、あ、オッケーオッケー、大丈夫やな。ちょっとやっていいタスク離れちゃったな。うん、ハタさん義賊死んでる。はい、アドミンで義賊が死んでた。アドミン。はいはい。なるほど。ね、トラボさんは右にいたんだけど。そうですね。そう、あと3人どこいたの？え、アドミン義賊、あれ多分直してたよね。O2 直してた義賊とね、誰だっけもう一人。誰？僕行ってない。トラボさんじゃない？いや、僕は逆側でハロさん右にいた。同じ方にいましたね。あ、そうか。直したんが、O2 右が直したんが、右直したの俺で、後から来たのがトラボさんで、あとコマチンも一緒に来たっけ。そうやね、俺はそれを見に行って、俺その後カフェテリアの上の方で、あの左上にタスク、あの線つなぐやつがあったから、うん、俺最後すごい O2 にギリギリもう終わってから来ましただから、ハタさんの挙動ちょっと怪しかってんな。ハタさんこう、シャケどっちかな気はするけどね、俺は疑われるな。僕、絶対疑われるな。俺は。シャケさん、俺、離れてたんやけど、シャケさん、連れてたんやけど、あの、O2 だったから行かなあかんと思って。そう、任しちゃった。そう、エレクトリカル、エレクトリカルでシャケさんを、うん。置いてったんよね。で、そっからのどこ行ったんかは知らんねん、俺。僕はもうずっとそこでタスクしてたから、うん。結構量が残ってるから、少なく、ちょっとでも減らそうと思って。で、O2 向かってるのが分かってたから、一旦任せようかなって思って。まあ、ちょっと軽率な判断ではあるんですけど。あれ、義賊と誰が一緒に直してたっけ？ハタさんじゃなかった？いや、俺言ってないですよ。え？義賊と誰か重なって直しててんて。ほんとっすか？いや、そこで何の意味もない、ないよ。だって俺は絶対白格やからさ、別に。まあね、俺を疑うあれは ないよね。なんかむしろ、あの、シャケさんと僕シャケさんと僕、あの、はい、ちょっと一緒になってた時間が、まあ、少なかったんですけど、なんか2、3秒ぐらいあったような気がしたんですよ。で、その間やれた気がしたんで、うん、やっぱ僕目線だと、畑迫さんが今のとこ、かなり。このメンバーだと僕からしても、その畑迫さんから。まあ、俺からしても畑迫が一番怪しいから。じゃあ、釣ってもいい？どうする？一回釣る？一回釣る？まあ、いいんじゃない？まあ、これ最悪違っても。まだ大丈夫ですよね。うん。まだいける。まだ入れるから。うん。結構一人行動が多い気がするしな。目撃情報が少ないし。早いよ、するのが。弁明の余地なし。いや、ハタさんじゃなかった？ギロツ一緒に直したの。違うかな。あ、ナイスナイス。ナイス。ハタさんごめん。ハタさんごめん。いや、全然。やっぱ義賊やんな、直してた一緒に、ハタさん。僕と一緒に直してた、ハタさんです。いやんな、だから俺はそれは、やっぱ、そうやな、と思ってた。いや、誰か見られたよなと思ったけど、そう、黙っとけないかな。いやー、危なかった。コマチンさんの、あれが鋭い。とりあえず、そうなんすよね、そうなんすよね。ハタさん、キリキリやね。いや、マジで僕がコマチンさんに、あの、あたふたしてるのを、すらバレてるというか、ちょっと一番ビビって。いや、本当に僕、あの、初めてインポスターやって、レポートの仕方が分かんなくて、フォローしてレポートしようと思ったところに、コマチンさん来たから、うわ、どうしようってなってるところを見られた。バタバタしてたもん、うわ、なるほど。ちょっとやばい、逃げなあかんっていうのを働いたしな、多分。初手でちょっと便所行ってきまーす。はい、行きます。いや、早くフィルクルさん倒さないとと思って、結構怪しまれてるから、フィルクルさんさっき。そう、だからアドミン入ってきてさ、これ絶対殺されると思って逃げたんだよね。え、一人で結構、すごい殺してたから。い
やー慣れてる、意外と頑張れた。いやー、本当に。いやー、マジ、畑迫よくも初動やってくれたな。ごめん、ごめん。シールドでね。そう。隠れちゃったけど。あの、畑迫に言っとくと、あの時さ、俺、右側にいて、ステコ、右側で見ましたけどって言ったじゃん、発言。あれ言わない方が良かったかもしれない。あれ言っとくと消去法でバレるかもしれないよ。なるほどね。うん。って言っとく。人道側にしても、その村人側にしても、立ち回りが沼すぎるから、強人みたいになって、申し訳なすぎる。本当に。いや、難しいですよね、このゲーム。本当に助けられてるわ、もう、ね。ありがとうございます。いえいえいえ。ありがとうございます。いえいえ。何もしてない。だって、音量調節してたら気づいたら死んでた。誰に殺されたかもわからん。話し合い聞いて、そいつだったのみたいなことを一緒に新やつ。いやでも一人インポスターになったらすごい手が震える。緊張する。全然後半まで疑われてなかったというか、なんか小町さんに目つけられるまで全然疑われてなかったから。惜しかったよ、畑坂も、あれさえ見られてなければ。本当鋭いな。うん、小町さんが押したから。とりあえずずっとくかで、ちゃんと釣れちゃうのが。いや、なんかアリバイ一人だけ、なんか正直薄かったやん。ちょっと。のらりくらりしてたみたいな。そう。それで最後、俺、やっぱり、なんかやっぱ絶対一緒に義足とやってた気したし、はいはいはい、ほぼほぼかな、みたいな感じだったな。まあでもね、あそこ多分正直に言っても、あ、じゃあ、俺じゃん、みたいな感じで終わるからな。そうでも、しらばくやるしかないの。うん、難しいなぁ。サボカー帰ってます。はい。じゃあ、義足。全員揃ったかな？はい、よろしく。はい。じゃあ、やりまーす。やります。お願いします。まあ、俺これ人狼なったときな、弱いねんな。正直、どう動いたらいいかがわからんっていう。まあまあ、聞いひんねんけどな、そんな。期待するだけ無駄というか。ゆうすけとしゅうすけさん、鮭さんがいる。あ、ゆうすけさんがやってるの。いや、2回連続はないですって。え、何考えて。家族さん、僕とすれ違った時まだ、はい、生きてます。え、今ゆうすけさんって、え、今エレクトリカルで一緒にいましたよね。いました。そう。いや、2回連続はないですって。普通に考えてください。これゆうすけさんです。え、じゃあ俺その下行った時に、え、その後やったってこと。そうそう。あれ、ああ、下になったのどこですか。エレクトリカル、エレクトリカル。エレクトリカルの中。の中です、中です。あ、エレクトリカル。アップロードのところかな。奥かな。で、多分、義足さん視点だと僕がやるタイミングは多分ないと分かっていただけると思う。そうだね。今、俺と、ユースケさんとピルクルで、そのエレクトリカルでタスク、まあ、やってた風だったの、そしたらじゃあ、ユースケさんは。で、俺終わったから下に行って、で、そしたら、まあ、ステコさん、が確かに、ステコさんと誰だ、あとルルブレあたりか。俺かな多分。下から来て。俺一緒にいたはず。で、おいってなったから。まあ。じゃあ、ゆうすけさんじゃないか。じゃあ、ゆうすけさんになっちゃう、ね。おい。いいですよ、まあ、僕釣りで行きましょう、じゃあ。いや、けくそみたいな。いや、本当に。今の、ゆうすけさん的には、その、もう弁明なしってことでいいですか。そう、ステコさんがもうセルフレポートですから。なんかね、遺言とか直してた方がいいですよ。まあ、一応。
いいですけど、いいですけど、いや、最終マジで、あの、ステコさん黒目で見といた方がいいですよ。本当に、いや、本当に本当に。まあまあ、最後怪しくなったら、まあ、ステコは切るよ。義賊さん視点と、ウルブレさん視点、僕がやったモーションっていうのは見えてないはずだから。もう、怪しくないって言いますけどね。さっきの、その、もうちょっと時間あるんで話しますけど、その、エレクトリカルに走ってエレクトリカル側に走っていく、ピルクルさんをストレージで見てて、でストレージでカオカオさんと僕は会ってるんで、はい、ここは一旦ここのピルクルさん殺しでは絶対ないっていうので、まあ、まあ、ちょっとちょっと白目なグレーみたいな感じで、はいはい、さんとは会いました、うん、で見てもらえるとと思いました。はい、はい、投票します。はい、ユースケさんで確定です、今回は。はい。はい。自分の票も入ってるんで、ね。なるほど。シールズ。はい、はい、あ、誰も殺されてない。殺されてない、はい、ちょっと怖かったんで鳴らしました。はい、はい、はいはい、まあ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 今のところはなんかやばい人はいないな。うん、うん、自分がタスクがもうほとんど終わりかけで、ちょっとあの単独行動がずっとは続いてたんですけど、うん、タスク終わりかけで、まあ、あと1個だけなんで、はい、まあ、なんか指示とかもらえたらなんか誰かついていくぐらいは全然できると思う。あれですよね、ステコさんが結構黒目で見られてるっていう風な遺言があったので、自分じゃステコさんについていこうかなと思うんですけど。俺一人だな。一応ステコさんについていきます。でもステコさんめちゃめちゃ足速いよ。任せて。俺マジで。他人に合わせる足がないから、自分のタック一直線みたいな感じだよ。この日のためにマリオカートやってきたから、任せてください。じゃあ、そういうことで。え、義足さ、はい、最後、メッドベイ行ってさ、あと誰かいたよね、一緒にメッドベイ。誰やったっけ？ルルブレ、ルルブレ。ああ、暗くなってから。俺はカフェテレの方から直しに行って、あ、誰？そっちね。はいはいはい。誰か俺、コマチンさんとすれ違ったよ。うん、オッケーオッケー。メッドベイで。
タラゴさんって、はいはい、あとどれぐらいでタスク終わりますか？僕は多分あと2、3ですね。2、3。Okay、あ俺も多分2、3くらい。早いんだよね。何も起こってないから。なんか白かな。最初にやっぱり、ゆうすけさん連れたのがでかいんじゃないこれは。まあ、そうやな。まあ、確かに。人類動かない。8人の中に1人ですからね。結構きついですよ。多分無理でしょ、これ。市民が。辛かったらすごいよ。で、これ。ゆうすけさん、最後、停電してる時に、あのカフェテリアで出会って、びっくりしました。マジで殺されるかと思った。なんか、キックルタイムで殺せないのかなって思ったけど、誰も殺してないから、あのタイミングで殺されるってことは、シャケさんはもう全然、俺の目線に白いなっていう。うん、白で見ていただいて大丈夫ですね。はい、カフェテリアでそう、押そうとしてたんですよ、俺は。うん、待ってたんです。いや、俺もシャケさん、ウェポンで会ったけど、めちゃくちゃ怖くて逃げたけどね。そんな怖がられてんの俺。セコさんが黒疑いされてるのにシャケポを恐れてる。どういうことじゃんじゃんスキップで。どうしますかね。あでまだ時間かかるよな、あれ多分。これは。ダイナやな、あと一人。あったか読めない。これあとちょっとやな。てか、ですか、僕が怖かった感じですか？いや、違います。シャケさんは確定です。僕視点、今のでシャケさんが隠しろだってことが分かって、はい、シャケさん、僕たちがストレージにいたとき、アドミン側で、はい、ダクトが開いたの見えました。すみません、何も見えなかったです。もう、ステゴさんしか見えなかったね、自分。アドミン側でダクトが開いて、その時に、そうだな、10秒前くらいかな、にいた、どこにいたかっていうのをアリバイ証明できる人たちがそれぞれいたら教えてほしいです。はい。俺と、ルルブレさんは、右側で一緒にずっといたんで無理です。うん。はい。間違いなく無理です。俺はアリバイ証明できません。僕とカオカオさんはなんかずっといますね。ずっとトラウマさん。網張られてますね。俺も、安全はね。俺はアドミンでマップ確認してたの。はいはいはい。あんな移動してたのじゃそういうことか。あ、でも一番最後メドウェイで、なんかいろんな人に出会った。あ、佐藤さんが、そうやな。メドウェイの方から確か。メドウェイだけだから俺もあと。だから人狼残り一人やったらもう一緒に行動してる人、じゃないか。じゃあ、義足さん。でも義足、僕視点、今んところ義足さんか、畑さんの。の二人。そうですね。じゃあ、俺もな、あれ、一回暗くなったやんか、電気。はいはい、俺が、義足前どこいたんって言ったとき、あのときね、はい、ルールブレさんやったっけ、一緒にいたって。そうだよね。俺とルールブレさんいたときに、なんか、俺なんか、ルールブレさん殺されてんちゃうかなって引き返したときに、ルールブレさんとあったけど、義足とはすれ違ってなくて、こいつダクト入ったんかなって若干ちょっと疑ってるのもあるし。俺、カフェテリア通った言うたやん。いや、まあまあね。ぶっちゃけ、タスクするまでもなく2人釣れば僕は終わりだと思ってます。だから義足と畑さこね。あ、うんうん、あまあまあまあ、まあ、結局ね、義足さんが黒いんであればもう全然それでいいと思う。まあ別に、まあ、今回の件ちゃんとアリバイが、うん、アリバイはあるよね、2人ともあるけどね、うん、だったら僕はもうこの2人釣れば終わりだと思ってます、うん、まあそうね、もう釣っちゃいましょう。別に全然いいよ、それは釣らなくていいんじゃないの、あと1人なんなら。あんま釣らなくても、いやでも釣った方が早く終わりますよ。タスクは俺は押せば終わった。いいけど早く終わらしたいならそれでも、うん、タスク終わったよ。ちなみにあとタスクの人は入れますか？俺は残ってる。俺目の前にあと1個終わってる。終わりました。僕は畑底に入れました。あ、もう全然いいっすね、うん、でも勝てるんだからで畑底さん釣った以上もう貴族さんも釣ります。ローラー義足の方が多くてくさ。俺の多いじゃねえか。人気の差が。これですかね。人望の差がね。出てますね。
はい、勝った。お前やっぱダクト入ってたんちゃうんか、あれ。いや、もう無理ですよ、これ。ダクト入ってたの、あれ。違うんです。違うんです。今言い訳させてもらっていいですか。言い訳させてください。ダクトの入り方が分かんなかったです。まあ、ちなみに僕、ユースケさんがあの時殺して、貴族さんが近くにいたから、これはワンチャンあるかなと思ってます。いや、そうなんですよ。結局そうか、その2人だもんな。ああ、そうです。もうね、かばいようがないから、もう。はい。はい。来てもらいました。来てもらいました。なるほどな。そういうことか。いや、もうでも、ダクト、死んでる間にダクトの入り方調べたんで、もう大丈夫です。それ、ダクト最後入ってたの俺なんだけど、とりあえずもう絶対勝てへんから。ああ、だからなんか変なこと言ってんなと思ったら、そういう時基本自分が入ってねって。いや普通に俺はアドミン見てたよ。そういうことかって言ったとき、頭おかしくなっちゃうなって思ってたろうな、なんとなく。とりあえず、その誰かとダクトのとこ来たら、ダクトから急にドッキリ仕掛けようと思ってさ。ああ、なるほどじゃん。おお、来たみたいな。で、おかしかったわ、あれ。おらんかった、メッド目。遊んでるじゃないですか、ただただ。勝てないもんだって。まあ、まあ、しゃあない。初手で疲れたら、まあ、しゃあないな、それは。無理、無理、無理。マジできついな。マジで2連続初手で釣られてるんで、もうちょっとおとなしくします。確かに。マジで。どんどんキルしていいですよ。視点としてはめちゃくちゃ面白いと思った、ね。いや、本当に。いや、マジで全員殺したいなと思ってるんで、パッと高すぎて。いや、でもそういう積極性はいいですよ、丸です。ああ、やっておられるゲームだもんね、これ。狙っていこう。エモンが来るのかどうなんだよ。エモンさん変わろうよ。俺抜けるわ。あ、変わる？うん、いいよ。あ、オッケー。じゃあチェンジで入るわ。久しぶりの自己紹介からですね。あ、どうも一般人代表エモンガです。よろしくお願いします。この枠僕なんだけど。ビッグネームが多すぎて、俺さ、もうめっちゃすげえ緊張してんだよ、ね、今ちょっと。同じよエモンちゃん。俺も同じです。個人的にちょっとトラボさんがいるのがすげえびっくりして。いや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 。いや、配信いつも見てます、俺ちょっと。本当に1点目すごい緊張してました。俺、ストゴの配信結構見てるんですけど。あ、そうなんですね。あの、江戸とか使ってる人ですよね。あ、江戸が早い、今日も。はい、おぉ。普通に、はい、ちょっと緊張します、今。いやいや、僕が一番。エモちゃんがここまでタジタジなの珍しい。いやいや。僕が一番。びっくりしまして。いや、なんかストゴのプロが来るよ、みたいなこと言ってて。おやと思ったら、あれみたいな、トラボさんじゃないこれみたいな。ちなみに、エモンが言ってると、トラボさん、ギゾリスらしいからな。バリバリ。やめた方がいいっすよ、マジで。やめた方がいいっすかね。ダメ。検討してる。いや。やめないっす。え、ID どれ？一番新しいやつ？それ。あ、これか、OK。それ。ちょっと待って。サーバーは？それ、これ、ノースアメリカですね。これ。バランタ、いや、なんか久々にクルーで面白い視点が取れた。結構そんな俺最後怪しかった？肌さこね、最初が怪しかったんだよ。あ、本当に。結構ノリノリでタスクやってたんだけど俺多分さっきのハタスコに殺されたなんかあれが残ってたかもしれない。忘れて覚えたらいや、まあ怪しむ程度だったからね。あ、投票はどっちにしました？僕はハタスコに入れました。まあ俺はもう無論義賊。あれなんか入れないけど、あれアメリカだよね。ノースアメリカ。なんだろうこれ。 V なんとかのパスワードだよね。名前決めてる？ V マックスの。あ、名前、あ、決めてる。なんか議論でなんか鮭さんと畑迫さんがなんか一緒にいてなんかお互い白いみたいな言ってましたっけ。なんか何回目かで、それがあったおかげで貴族さんに入れましたね。なるほど、よかったよかった。もうその時俺畑迫の鮭さんライン疑ってもいい。あ、LINE じゃないけど2人をねちょっと怪しんでたから。いや、マジではないでしょう、もう。いや、ない。それで連れてるんだから。ユースケさんが、どっちかなって。じゃあ、ちょっと連れてるとか言うの、あんまり、はっきり連れてるとか言うのやめてもらっていいですか？あれ、ちょっと黒目でした。絶対あそこで出会ってるんだったら、停電してるし、絶対殺してるはず。あそこで。あんなとこで出会ってたら。
エモンが入れないなんかね、ワンチャンこれもしかしたら俺がラグすぎて入れないのかもしれない。おっと。え、携帯とか？いや、パソコンパソコン。家のパケットサイズがアーダコーダみたいなこと書いてあるから。え、そんなこと出るんだ。え？パケットサイズってなんだ？携帯の時一回なんか入れなくて。あ、あるんだ。大体そういう時は入っても落ちる。あ、来た。ナルト？ナルト？違う、多分違う。あ、じゃあキックするよ。さよなら。はい、まあねえな。自分のことをナルトだと勘違いしている。逆だったかもしれねえ。ちょっと待って、シーンの術使ったか。よくないです。電車とかギリギリの時、後ろに手やってんしょ、あれ。当てるね。マーカーつけるよ。やだな、そんな人いたら。じゃあこれを試すか、ちょっとこうして、あれなんかナルト走りでなんかアメリカの騎士かなんかに突撃する人みたいな、あーなんかあれありましたよね、あなんかネットあれ超面白くないですか、マジでやべえやつ海外なんかなんちゃら運動みたいなのでなんか抗議活動かわかんないけど、ナルト来た、ナルトすごい来るけど、すごい来る、すごいな、ナルトバーンするわバーンされちゃった、バーンされちゃった、なるほど、最悪俺の代わりにナルトが入るしかないんだよな、もう。ナルト強靭になるからダメだ。議論の余地がない。初手ずり。ちょっと一回再起してダメだったらちょっと諦めようかな。はい。悲しすぎるだろう、ね。だからそれかまあアジアに切り替えるかやな。アジアに切り替えるできる可能性もある。ああ、なるほど。ピンめっちゃ高いよね。150とかなってるからピン。もう150だな。もう今、俺も160くらいで。アジアにしたら多分2桁で全然収まらない。ああ、確かにね。じゃあこれでダメだったらアジアやってみます。アジアにして。エモンガチだよ。やべえ。手間取らせている俺が。今、ガンになってるから、本当に。あきれつけになってるよ。あ、ほんとだ。また赤が2人いる。シャッケさんと赤を。あ、ほんとだ。変えよう、変えよう。はい、はい、はい。任せて。変えとくわ。違う。汚い色に。汚い。うんち。すいません、ちょっと一旦アジアで試させてもらっていいですか？あ、OK でー、崩した。あれ、今までできてたのに何だよ。全員アジアに切り替えて。はーい。今ありますね。いや、どう？バランス、ゲームバランスどう？あ、全然問題ない。問題なくやれてると思う。大丈夫か。今んとこ市民が勝ってる。まあ、なんだったら。かかってない。いや、そう。もうちょっと狭めてもいいのかな。もう全員優秀すぎるんだよな。初手は二つ貫きすぎた。ごめん。ごめんな、あれ、ほんま。殺すの何もできちゃった、あれはもう。心を無にすることも大事みたいな。またそこ、そういう視点で評価上げていくから。殺せなかったっていう視点。いい人。いい人なんでよろしくお願いします。あ、入れた。おー、よかったよかったよかった。やはりマジア。マジア最強。あ、黒取られてる。どうしようかな、じゃあ。マジや。変えたろ、変えるわ、じゃあ俺。え、やっぱ88。いいよ、俺変える、全然。79。やっぱ。2倍違うね。全然変わるから。あざっす。なんか、69。心なしか、顔も綺麗だ。それは変わんないです。ピン77だ。まあ、こんなもんか。あ、キャラコンの練習しとかないと。いつ、追っかけ回されるかわかんない。キャラコン。よく無限は。あれやってろ、ね、弱弱昇竜のコマンド揃ったエモちゃんと弱弱昇竜唯一俺ができるコンボになってるやりますよ、何でもできます、はい、はい、ゼロはい、お願いします、お願いします、人狼なった時マジでやり方わからんからな、落ちてんけど俺が、やりなってよ。決まりました。オッケーです。すまん、俺が落ちたわ。アジアの誰かしら落ちますね。確かに。殺してくれ。人殺してくれ。死んだ。聞こえやめてくれ。びっくりした。あ、壊れちゃった。あ、壊れちゃったよ。はあ、はあ、はあ。じゃあ、間違った俺。間違えました。すみません。すみません。これで義足殺せば。おい。いや、あ、義足がやりました。義足あ、それは私を殺しました。いいのか、それで。早い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 早
あれ誰が入れてくれたの？ちなみに俺自分に入れたんだけど。あ、僕好き。僕好き。成人がやるね、一人。これは。サポートしといて。終わったゲーム。あともう一回。あと一人。あ、誰だ？みっちぎにミュートにしてたの。あ、勝とうとしてるね、このインポスター。黙ってる。殺してくれよ。リポートって、リポートボタン押すんじゃなくて、死体押したらってことですか？そうなんですか？いや、リポート。リポートボタン。あ、マジで。死に切れないと思って興奮してる。なんでなったんだろう。だって別にユーズじゃなくても、なんかそのタスクのとこを押せばいけるでしょ。あ、そうなんですか？うわぁ。はい、ハッシャグやりはい。イエーイ、ナイスイエーイ。なんでそんな俺だけ殺すんだよ。いや、せっかくだからやっとこうかなと思って。あれ部屋自体崩れちゃった。あれ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 バイバーイ。バイバーイ。いらんやつも。コード打つのが一番難しい。わかる。コンペできない？ペペできるのこれ？なんかさっきダメって言われたから。あ、コントロール V でできるんじゃない？すごい。あ、できるんだ。それは。あ、成功かな？勝ってなかも。嘘。あ、そこまで情弱じゃない。うん、さすがに分かった。ちなみに俺は知らなかったけど。正直な。正直お腹おる。ややこしいな、色これ。大丈夫そうかな？はい。はーい。ごめんなさい、お願いしました。じゃあやりますよ。はーい。はい。お願いします。ピング値低くないか？お願いします。お願いします。ピング値落ち着くまでちょっと待って。これ低い方がいいな。71。低い方が早いです。あー、OK。今78だな。80。80弱で落ち着いてるの。いいんじゃないですか。行くよ。はい。やりまーす。はい。落ちないことね。ミュートスパン。落ちそうで。もう。落ちるでしょ、これ。あ、やっぱり。めっちゃ落ちた。落ちるね。落ちた。アジアじゃダメなの？ダメじゃない。アジアやばいな。ノースアメリカなんですかね。ちょっと、ノースアメリカにしたらエモンが入れないでしょ。いや、もう一回ちょっと試す、じゃあ。今何落ちた？三人落ちた。三人落ちた。一回乗せないか。それともヨーロッパ？ヨーロッパありやね。ヨーロッパにしよう。あ、ヨーロッパ確かに。ヨーロッパ。大丈夫選択しましょう。これおしゃれに。大丈夫かヨーロッパ。おしゃれなやつ。こんなゲームやらないですよ。ヨーロッパあれよ。ハンドシミュレーター一番競技人口多いから。いやいや、もともと母数が少ないやろ、その。全世界で80人やってるから大丈夫だよ。つっくな。はい。あ、確かになんか多いな。オールドバー。おしゃれだから。ヨーロッパ。あ、入れた。あ、やはりやはりヨーロッパ。高いで244。283とか。あいや。あじゃあさっきなんか200とかの時も。盛り上がってんね。あ、でも250で安定してるななんか。なんか入る。あ、500とか入るぐらい。500はやばい。500やめた方がいい。まあ260ぐらいです。コネクトフロムザサーバーという入れねえって。ああ、ダメなの。ダメなの。じゃあアメリカかじゃ。アメリカ行くか。ノースアメリカ帰ろう。アメリカが一番っすよ。ノースアメリカね。はい。やべえよ、ゲームできねえよ。旅行してるもんほとんど。ゲームなんないよ。誰だよアメリカに入れねえの。そろそろ義足さん怒っちゃうよ。トランプが壁立てたからじゃないですか。時事ネタなんで。バイデンさんに代わって。はい。いけー。全然入れたー。お、さすが。あ、入れた。いやー、入りやすくなったな、アメリカ。あ、よかったよかった。時代はアメリカよ。やっぱ大統領変わるだけで変わるわ。入りやすい。政治色の強い発言はまずいでしょ。すいません、入れます。あ、すいません、間違えました。ヨーロッパのままでした。あー、OK。危ない危ない。ノースで。レモンガさん入れたならよかった。僕が入れんなら全員入れるでしょ。また俺の回線最弱はマジであるからな。入りました。でもじゃあ確か12レース持たないんだよね。そうそうそう。そうそうそう。12レース途中でいなくなるのが面白すぎ。8レース目ぐらいで死ぬから俺。あと1？あと1。
あ、OK、OK。ありました。よし、じゃあもう早速やるぞ。はい。はい。おなした。落ちません。お願いします。お願いします。落ちません。落ちるな、落ちるな、落ちるな。頼む。あ、俺は大丈夫やな。来ちゃー。来ちゃよ。来ちゃけど。やってる風出しとこ。難しいねんな。一回ちょっと白寄りの動きをまずちょっと最初に見せつけないと俺疑われるから、死んでないですね。あれ死んでない。死んでない。はいはいはい。はいはい。まあ、押していいかなと思ったんで押しました。うん。うん、まあいいと思います。いいタイミング。まあ個人的に超怖いのがシャケさん。早いな。ごめんなさい。ごめんなさい。シャケさんが超怖かった。あ、怖い。いつも怖がられてるんで、もういいかなみたいなとこあるんですけど。ずっと怖がってるんで。割と動き怪しかったけど、わかんない。アドミンで O2 を義賊さんと、まあ、義賊さんが先に直してて一緒に直したんで、あ、まあ、割と。あと、リアクター鳴ったとき、僕一人アドミンに行ったんですけど、そのときウェポンに一人孤立してた人がいました。あ、俺、誰か死んでないかなと思って確認してた。義賊さん潜って、たぶん、エモちゃんとステコさんのあの辺りで、たぶん、の二人が、なんか、そう、それ以外全員リアクター行ってた。リアクターで一応直した、うん、直しました。僕も直しました。ね、はい。はい。まあ、タスクやってて、こなしてってればいいんじゃないですか。かなり終わってきてるしね。さあ、ここで人狼くんたちは焦るんじゃないか。団体のなし。焦ってキルしてくるよ、これは。そろそろ団体行動しない。そうなんですよ。そろそろ焦る頃なんですよね。まあ、白よりでも、ちょっとね、タスクこなす、早すぎ、ちょっと今の。はい、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 通報しました。はい、はい、はい。なんだっけ、エレクトリックから右に行ったとこでさ、ストレージね。上と下に分かれるとこあるじゃん。ストレージか。で、あ、それ、あ、そう、ストレージの下にいた。うん、誰と一緒にいた、エモン側。いや、俺一人だったんだけど、うん、
暗くなったから俺、コミュニケーションで、ね、シールドのタスクから左に行ったんだけど、はいはいはい、でそこでコミュニケーションの上ぐらいで、コマチンとすれ違ったの。うん。うん、で、そのまま進んでったら死体があったから、おまあ、とりあえず通報したって感じ。俺は、アドミンか。あの、うん、見つけた。俺、あの、落ち葉のタスクやってて、うん、それで上に上がったときに、エモンガーさんと一緒になったって感じだけどね。ん？アドミンで上アドミンちゃうわ、その、あ、これ何？アドミンやろ、下って。ストレージや、そうそう、ストレージ。ああ、はい。え、いいですか？はい。なんか、エモンガーってさ、うん。エレクトリカル、違う、ストレージから、シールドから、ストレージに行ったんだっけ？そう。私、コミュニケーションにいたんだけど、はいはい。多分なんですけど、うん、黒い人がストレージからシールズに歩いていったのを見た。ほう。ああ、逆だと思ったのね。はいはいはい。ストレージからシールズに歩いていって、うん、で、コミュニケーションのタスクが終わって戻ったらストレージにエモンが行ったから、うん。なんか、特に意味があることかわかんないですけど、なんかちょっと違うなって思っちゃう。だから一旦ストレージを通ってからシールド行ってまた帰ってきたと思ってるってこと？なんか往復してるから、なんか、あ、初めて見たみたいな感じで言ってるけど、実は殺した後でも帰ってきた説があるかもしれないと思って。ちなみに俺、アドミン見てて、確かにコミュニケーションに一人誰かいるのはわかる。誰かいた。それがまあ、ポコチンってことでそれがポコチンってことでしょ。だからポコチンの証言に関しては多分、信用はできると思うよ、今の。うん、じゃあ、釣っちゃいます。それをでもいい気がする。ただ小松、ちょっと待って。小松とパッションまだ出たね。なんで？いや、小松とのあれがまだ何とも言えない。え、じゃあ別に月誰がつけてもいいんですよ、本当に。じゃあいや、これ入れとこうよ、まさに。え、つんの？マジで。いや、どっちでもいいっすよ。それで決まるのはまだ何とも言えないと思うけどな。スキップ、マジか。スキップしました。俺はスキップだけど。うん、まあ、じゃあちょっと頑張ってください、これは。いや、あー、危ねーよ。ちょっと、鮭さんにもちょっと頑張って動いてもらわんと、難しいのはあるよね。一回閉じ込めるか。怖すぎんだけど、はい、どうしたの？はい、なんかストレージからずっとピルクルさんに追いかけ回されて、まあついていったけど、俺初は結構信用してたからさ、手で直してるな。あ、なんてな、いや、めっちゃ怖かった。もうマジで追いつかれたら殺されると思ったから。その場面とすれ違いましたね。確かに。なるほど。まあでもわかんないです、全然。え、さっきのコマチンはどう何だったんだっけ？な、俺はだから普通にあの落ち葉のタスクしてたって。落とすやつ。コマチンさんって足黒いですか？足黒い。下は黒いで。足には足臭いです。つま先まで黒いですか？それは今見えへんからあれですよね。見えちゃうあれ見えへんからよくわからない。さっきなんですけど、さっきのターンで、はい、あのエレクトリカルで電気直して、一緒にピルクルさんが後で来て、俺が後に来て、で、ストレージに行ったんですよ、その後。はい、はい。ピルクルさんが先に行って、俺が後を追って行って。はい、はい。で、俺が見たのは、エモンガさんが先にいて、死体が。そう、エモンガ突っ立ったんだよ。で、停電だから多分エモンガストレージ。ピルクルさんが先に到着してる。で、ピルクルさんは押してない。で、俺が後で行った時にはその状況が見えてる。で、その状況でピルクルさんを押さないってことは二郎なんじゃないかなって今思って。ちなみに俺も押したけど、エモンガが先に到着してて、エモンガが押したから。え、でも、ハタサコはピルクルのが先にいたんだよね。先に。いや、違う、エモンガが先にいたんだよ、その。まあ、可能性として、まず、100怪しくはない、正直。ああ。うん。でも、ハタサコがついてったっていう状況ができてる以上、あれはないと思うんだよな。
というと、いや、畑迫がわざわざついてって、なんか二郎で協力し合うっていうのは、多分違うんじゃないかなと思うんだけど、そしたら片方が俺がインポスターな、トイレンドキャッサコやってると思うんだよね。あの、見捨てると思うんだよね、俺だったら。ああ、確かに確かに。畑迫がついてきてるって分かってるんだったら、そこは見捨てに行くと思うな。だって二郎でもさ、ちなみにさっき俺、レモンガに入れてるから、投票で。あ、それは、まあ、あまあまあ、まあ、まだわかんないけど、俺はちょっとそう思ったぐらいかな。うん。わかんない。え、でもまあ、トラボさんとかは どこいたんですか、まあ、トラボさんは、俺がそのアドミンで見てて、その、ユースケさんがキルされたとき、あの、カード主のとこにいて。そう、あれ、どうするんですかあれ。なんかあの、やっぱできるわけないから。トラボさんは、そう、ユースケさんキルは絶対無理。そう。とりあえずスキップですよね。ちなみに一発目僕、あ、まあ、これはいっか。なんだ？あの、リアクターにいたんで、一発目のキルには関われないですって。なるほど。これね、これ、畑さん殺したら、結構面白い展開になるんちゃうかなとは思うんやけどね。畑さん殺すか。うん、畑さん殺そう。畑さんを殺したいですね。畑さん死んでるか。え、どこだ？どこだろうね。これでかい。ん？はい。ちなみになんで押したんですか？ああ、いやもうなんか誰も、とりあえずキルタイム稼ぎたいから、ああ、ここかな的な、で死んでると。で、死体なくなっちゃうから、かなと。まあ確かに。ああ、まあ、畑とか死んでるのは知らなかったからなんとも言えないけど。確かに。これでも一人積んなきゃまずいよな。人数的にそうっすよね。これ、1、2、3、4、5。ダブルキルが入ったら。ちょいっす。で、ダブルキルで負けやもんね。うん。それが。え、みんなどんな感じでした動き的に。停電じゃなくて。酸素直しに行こうとして直ってた。酸素直しに行ったのを多分、義賊とステコさんは見てくれてるはずなんですよ、ね。義賊さんがおったのは分かってた。あの、黄色が一番やったから、僕の視点。そうだね。俺は直した。右直したのは俺なんだけど。だから俺はそれでピルクルに最後合流したね。そう、俺右直してよ、俺。俺、大津いたから、ピルクル直したんだよ。ピルクルと俺は合流した感じやけど、って感じなんやけども、あとは、どうでしょう。私は、あの、あ、なんですか、メッドウェイで、体スキャンするやつやってて、で、後から合流して、上から、あの、なんですか、監視カメラじゃなくて、ドミンか。アドミンに向かってあの歩いてったら、ちょうどその、あれ、酸素が終わった人たちが上に上がってったみたいな。僕の、すれ違ってたと思うんですよ。僕、ステコ視点の一つの推理として聞いてほしいんですけど、うん、貴族さんが多分ロアエンジンから来たんですね。あの、アドミンじゃなくて、酸素になった。ああ、はいはい。で、酸素になったってことは、右に寄せたいってことだから、左にしたい、隠したいのかなっていう。ふうに思って、うん、それですぐカフェテリアを押して死体消ししたのかなっていうふうな推理をちょっと僕はしました。あ、じゃあ死体は左側にあったってことです。 あるかもしれない。右側にいた人いないですか？俺最初俺は右にと今のやつその会議をさっきの会議終わった後、俺最初左行ってアッパーエンジンでガソリンやってたの。でその時は畑迫とコマチンがいたのよ。正直いたよ。うん、俺ちょっとコマチン最初のゆうすけさん含めてちょっと小町は最初のゲーム若干怪しいから解くのもありだけど、でも小町さんもいたなら、いたけどさ、でも俺ずっと一緒にいたやん。その貴族にぴったり、俺絶対殺せるあれじゃなかったやん。ずっとは一緒にはいなかったと思うな。いやいやいや、それはやばいで、ほんまに自分俺をそれとこれどうなこれ。これね、ちょっと貴族さん、小町さんめちゃくちゃ怪しいっすね。いや、それ俺は強引な感じをしてる。俺ではない、マジで。いるけど。どっちかがあれかもしれない。面白いと思う。どっちか。どうする？ボタン押して延長しよう。いいよ。
はい。はい。はい。いや、でも、俺ではないよ、絶対に。間違いなく。でも、まず、畑迫死んでんじゃん。うん。さっき畑迫なんかピルクルのこと疑ってたじゃん。いやでも、だって左で死んでるんでしょ？俺ずっと右にいたんだよ。それやったら。ん？ああ、でも分からへんな。左にいて、右に最後、ああ、どうなんだ。証明できる人は一応はいいんから。いやでもさ、O2、右、俺しかおらんくて、もう止めてるんだよ。ピルクルは直してないけど、直したから俺はないとは思ってるで。要は、どのタイミングで死んだか分かんないから何も言えない。まあまあ確かに、死体が、まあでも左の方面やけど、まあ疑われてんのはもう、左と俺と義足と、あと誰、まあ、左いたん僕は右。一応俺エレクトリカルにはいましたけど。でも顔かもいたんよ、うん。私はメッドベイ。メッドベイに。で、上は誰ともすれ違ってないはず。うん。このまま勝てるか。で、アリバイ的にはでも顔かだって別にあるってことやろそれは。まあ、アリバイってかその。そうね。うん、え、シャケポは僕右。本当に一番右にいた。右。右のシールドあたり。コマチン3視点、義足さんはないと。いや、俺は、うん、まあ、俺、ついてってたからね、義足に。だ義足とステコの後ろ、ついてってたから、これはないとは正直思ってるけど、でも俺、義足とはちょっとは確かに離れたよ。ああちょっとは離れたから、そのタイミングで、まあ、お互いそのやり合ってんちゃうっていう、その。でも、畑迫がそっちにいた以上、なんかやっぱり2人のうちどっちかかなと思っちゃうんだけど。うん、いや、でも、だから、まあ、2人は、これ確かにやけど、顔かも入れてよ、そんな、間違いなく。同じ条件やからね。ああ、まあね、うん。するならでも、あれかな、この3人のうちどれかって感じなのか。で、まあいいと思うけど。他の人はみんな集団行動してた感じですか？タスク残ってるから僕だけ単独ではあったと思う。僕も一人ですかね。まだタスクが。あんまり言えんけん、強くは言えんけど。死体が左にあったかどうかは確定じゃない。まあ、可能性が高いっていうだけで。可能性が高い。可能性が高いっていうだけで。だって酸素の途中で畑さんだって動いてるかもしれへんからね、左から。まあまあ、そうそうそう、うん。酸素中になったんやったら左確定やけど、終わってからなってるから、うんうん、別に左よりかもしれんけど、左に確定ではないよ。うん、まあまあ、高いかなって。私、あと、アドミンのやつだけなんで、終わったら誰かについてきます。まずいな、これ。でもこれ、釣らないとやばいからな。あ、幽霊です。幽霊部屋で話しましょう。はい。幽霊でした。よし、とりあえず稼いだ。これもちょっとキル狙わなあかんからな。これちょっとな。ました。これはなんだ、アドミンのどこで死んでて、なるほど。はい、アドミン。アドミン？
今いたよくない俺ら。みんないたぞ。え？いたよね。え？いたいた。え、なんで、え、見てないの？え、どこにいた？俺見てない。アドミンの、あの、ベント寄りの、ちょっと下入ったところ、私も最初気づかなくて、右が光ったから、押したんだけど、はいはい、え、ステコさんかな？ピンク。ステコさん死んでる。が死んでて、で、私と、義賊と、コマチンさんは、3人いて、あと、ピルクルも行ったんですよね。うん、ああ、まあ、いらねえ。俺もダブルキルされたら終わりかなと思って、それでレポート連打してたんだけど。僕も怖かったから単独行動してた、それ。私たちは、多分上、上寄りで、え、どうだったっけ？あ、そう、戻ってきたりしたけど、ってことは、シャケさんと、トラッシュさん？トラボさん？トラボさん、トラッシュボックスだったから。いやー、連名、連名だけさせてもらっていいですか？とりあえず、はい、ダブルキルの話なんですけど、固まってるところにいたらもう怖かったんで、とりあえず自分は。はい。さっきの状況で釣れなかったっていうのもあるし、ああうん、まあ、釣りようがなかったんですけど、まあ、さっきのは、まあうん。俺も今4人でいたから、絶対誰かしら。絶対やばいやろうと思って、で離れるのは絶対必要だから、その役入るって言って、で、タスクもちょうど右にあって、もう終わり、はい、だから、うんうん、そういう感じかな。でダブルキルが怖かったから、単独でね。え、トラボさんは僕は1個だけタスク残ってて、なんかあの、1回やったらなんか50みたいな出るやつ。なんかメッドウェイトのやつね。あ、それです、それです。それやってて、で、それが終わった後になんかみんなと一緒にいた方がいいのかなと思って、うん、で、その、貴族さんたちと途中まで一緒にいたんですけど、まあその、そろそろ50秒ぐらい経ったかなと思って、また今メッドウェイに戻っている感じです。あいやー、でも多分俺ら4人の中は無理やで。どっちか、釣らんと負けるんですよ、これ。うん、そうね。かんなまあでも正直タスクもまああと誰残ってんの？マジでミリやったと思うよ、僕見たんだけど。あとほんま誰多分一つぐらいやろ。一つ二つやと思うから。もう僕のミッドベイじゃないですかね。おお、なるほどね。多分今それの勝負。ダブルキルされるかそれ終わるか。どっちにかけるか。いや急げば間に合うんじゃない？顔かわされますわ。じゃあタスクガチャ行くか。ああ怖えよ。そうか。いやまあそれが最後の。ちょっと出して、あと幽霊の人終わってなかったらよろしく。いやガチ集中タイム入った。いやでもこれやられるよな。シャキさんやれ、そうそう、ナイスナイスナイス、あと俺がやるだけ。よっしゃ、ナイス。本当だね、本当だね、ナイス。本当だね、あんなかったわかんなかった、明らかにコマチンだろうがよ、さっきのはよ。コマチンさんナイス。あれ、タスク1回ミスったらまた50何秒待たないといけないですね。なるほど。あれが終わったか分かんなくて。やべえよ。これどこ押せばいいんだって思って。心臓持たんってこれ。どこ押せばいいんだって思って。赤いやつ押さなきゃいけない。マジでさ。俺やったし、あとシャケさんがハタさんをやった。そう。それで右にしたっていう、あのピルクルが上って言ったから、シャケさんが右下に行ったって言って。シャケさんやらかしたやん、マジで。義賊さんが押したから、もう死体消えちゃって、もう。超痛い。義賊さん、あれ押したのだいぶ怪しいと思ったんだけどさ。マジ直前でしたよ、殺した瞬間で。瞬間で押してたから、危ない。瞬間なんだ。あ、なるほど。義賊さんは。だから絶対誰も分かんないだろうなって。ちなみに俺、シャケさんに殺されたんだけど、マジで超怪しかったから、マジで。まあ、最初言ってたよね、ステフォー。シャケさんの動きマジで怪しい。怪しいって。ああ、なるほど、ね。あの時さ、もう配信で殺す殺す殺すで言ってたよ。そう、だからずっとついてきたから、ずっとついてきたから、絶対殺されると思って。殺意が出てたんだろうな。うん、なるほどな。ずっと避けてたんだけど、アドミに見てたら後ろから来て。そうですね。やらせていただきました。僕、今回、悲しいよ。今回初手殺されたんですけど、はいはい、いや、マジで、
2回連続初手釣られてるんで、今回ないやろと思ったら、もう、きれいに、血も涙もね、きれいに小町さんに殺されましたね。暗くなった時にね、スパッと。結局やっぱ小町にあそこ釣っとかなきゃいけなかったけど。いやでも俺はそんなまあ黒湯よりやったけど完璧黒湯でもなかったし、ね、まあまあ、いやうまかったっすね。ステコさんのちょっとねあれが強すぎんだよ本当に。推理がね語気が強くてちょっとね押されちゃうんだよねそれ。確かに。いやいやそれも戦術よ、パッション戦術だし、俺もめちゃめちゃ黒にされそうだったし、いいぞいいぞと思ってた俺は。よっしゃよっしゃ、どっからどっから飛ぶのか最高。ステコさんあれじゃない、それがちょっと怖い本当に。とりあえず貴族さんに1票入れといたから。おい。結局ね、確かに分かんない、ね。俺も、俺はスキップ押したけどって言いながら、俺は貴族に押してたから、ね。でしょうね。で、人狼は本当に誰かに入れとくだからね、そうそうそう。割と自信持っていろいろ発言するときあるんで、ちょっと強気になっちゃったらごめんなさい。いや、全然それはいいでしょ。こっちの方が頼りになる。無罪のエモンガさん殺したんだよ。本当だよ、マジ。あれ、なんで俺釣られたの？エモンガちゃん、怪しくなかった、あれ。ほんまもろかった。誰か、本当に黒いやつが右に行ったのはね、アーカイブ見てほしい。うん、でもいや、あれ、そうあれね、うん、あ、ズボンか。ズボン。そうなんですよ。そうなんですよね。なるほど。おじさんが下、スーツだったんで。そう、俺、白だもんだって、白衣や、俺。服悪いな。ふざけんなよ。すいませんでした。じゃあ、やろうや。次。キャラの色じゃないよな、あれ。全員、時間はどうですか？大丈夫です。全然大丈夫です。はい、まあ、抜ける人は全然自由に抜けてもらって大丈夫なんで。はい。ミラクルさんはただ俺をただ置いてただけ。そうだよ、俺、全く白いなと思ったからさ、置いてこうと思ったら、なんかめっちゃ疑われてさ、やるなんでやるなんでと。でも怪しい。怖かったんだよなあれ。てかちょうど扉閉まったのがあれあれ。ああ。より黒く見えちゃった。ストレージのところが閉まって。ああ。で追いかけられたから、あ絶対殺されるこれって。いやでもあれインポスターならハタさんやってるからな。まああの距離だったらやれてるか。うん。多分。うん。結構長いですからねインポスターの。結構ついていく気がしたからな、怪しく思われちゃうの。よし、やるか。やろう。え、これ、ビジュアルタスクどっちになってる？オン、オフ。オフ、オッケー。いやー、気持ちよかったね、今の。最高だよ。はい、また固定してるのか、またちょっとかわいそうやね、これかわいそう。誰やったん、場所は。これ発見者誰、あ、ハタサコさんか。リポートしたんですけど、なるほど。メッドベイのあの薬品のところって死んでで、それをステコは証言してくれるはず。そうですね、一緒に。今回の件に関してはハタサコシロです。今回の件は良いな、言い方が。俺停電した時にも殺されなかったから、お互い白で見てる。うん、そうですね。停電直してたのがエボンガット誰だっけ？シャケポとトラボさんかな、多分。ああ、僕最初にやったんですけど、あのあんまりよく分かんなかったんで時間がかかって、ね。ああ、僕後から行って、で停電解除された時に入室したって感じで、うん、でエモンガとトラボさんが出てきて、シャケポがエレクトリから一人残ってたよね。エレクトリから残ってた、僕覚えてないや。出てたっけ、うん、出た後じゃなかった。いや、もう残ってたね。残ったか。じゃ残ってたってことにしておいてください。もう覚えてないです。トリファルとメッドベイは繋がって。え、顔は、私はあれ、ピルクルさんかなと一緒に右の側にいたはず。
ずっといたっけ。いや多分一緒にいたかどうかわかんないけど、ピルクさん右にいた、あの途中で進みしたと思う。ウェポンにいて、あの、はい、一緒に最初のタスクをやって、ピルクルさんが下に降りてって、私もそのちょっとした後に下に降りたら、かぶって見えてなかった。あの、エモンガと義足と出会ったよね。そうだ、右下の方ですれ違った。多分すれ違ってる。俺は右側にいたことは証明でき、誰かいたよね。見てない。いや、俺は見てないんだよ。あ、マジで？俺普通にあの、うん、O2 であのやってから右からずっと最後アドミンでは合ってるよね。だってステコとハタさんは多分ハタさんが合ってるし。あー、はいはいはい。あー、いたね。うん、確かに。で、俺アドミンで見てて、確かにメッドベイに一人いたのは見てたんやけど、でもなんか別にそんな大した動きはなかったからって時にあのなったって感じだね。いや、酒ぽじゃないの、初動キルだと思うんですね。ちょっと待って、今アーカイブ見直してて、今残ってたことは確定したんやけど。それで僕なの。まあ、知っちゃ怪しいけどね。初動左に。まだ早くない？お前、まだ早くないで、くつられた俺の気持ちにもなれよ。すいませんでした。すいませんでした。いや、誰やろな、分からへんの。あれ、見張りつけるんだ、つけてもらっていいです。いやー、分からない。まあでも、何？いはい。怪しいんだ。あれ？シャケポが死んでんのか。怪しまれてるやつを殺したんや。確かに。確かに。確かに。場所は。アトロボさんミュートになってますね。右の方ですね。これ、ナビゲーションかな。ナビゲーション。ああ、殺しポイント。右、さっきまで俺ずっと一緒にいたけどな。ん？ナビゲーションですか？僕はもう地図が分かってなくて、多分ナビゲーションですかね、多分です。右の方。右のところだったら多分ナビゲーションであってる。報告前、多分、報告前っていうか、多分まあ言うて、20、30秒前ですけど、そこ、ポコチンもそこら辺いたよね。私もいた。てか、何あれがある前。あの、エマージェンシーって、あの、次、あの、あれか、リアクターか。そう、それで、私は上に、上っていうかそっちに向かったんですよ、やることがあったんで。うん、そしたら、え？あ、ごめん、なんでもない、なんでもない。向かったら、なんか義足が、うん、その、なってるけど、逆の方向に行ったから。ああ、まあ一応、そう、確認で回ってて、その時でもナビゲーションしたいはなかったですけど。そう、なかったんだけど、あ、義足が下行ったなって思って、私は、カフェテリアの方に行きました、うん。で、最終的にアドミンで一緒になったよね。アドミンに帰ってきてた、一周回って、うん、と聞きたいんだけど、あのシールドにいてよって人いる？誰か。俺シールド、あともう一人いると思うんだけど、誰か。もう一人、うん、あの俺アドミン、あのなんだっけ、リアクターのあれを終わらせた後、はいはいはい、アドミンに移動したので、その時にシャケポがついてきてて、途中までストレージぐらいまで、はいはいはい、で俺上行ってシャケポが多分右行ってたの、はいはいはい、で、アドミンで見てたらシールドに二人いて、はい、はいはい。で、死んでたのナビゲーションでしょ？ってことだよね。だから多分シールドもう一人いたと思うんだけど。じゃあ、ベントにいた可能性が高いってことか。じゃあ、アリバイない人がじゃあ、あれじゃない？怪しいってことじゃない？俺は左だよ。俺、ハタさんがそれを証明してくれるはず。
リアクターは一緒に、今リアクション直した後に、一番、うん、あのロングタスク、あの覚えゲーのやつやって、はいはいはい、コマチンとほぼ同タイミングで終わったのは確認してます。だから俺は、でも、シャケさんはリアクター直しに来てたよ、ちなみに。あ、来た来た。あ、だからそう、リアクターからストレージの移動までは俺ずっと一緒にいたんだよ、シャケとも。もう一回ボタン押せ。エモがナビゲーションにはさ、いたの、そのあれ見たとき。いなかった、いなかった。で移動してたって。最後は死んだの。もう一回ボタン押そう。誰やろうな。タスク終わらせれんか。無理か。無理なのか。アップロードいい。しよう。はい、はい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 、途中になっちゃったんで、ピルクルとステコさんはじゃあ僕はロアエンジンにいましたよ。畑迫がそれを見てくれてる、うん、最後を見た。リアクターのロングタスク終わった後に下行ってロアエンジンでステコを見た。俺はリアクター止めた後左下から行って電気室でタスクやって、こっからストレージのゴミ捨てるやつの辺で義足は一瞬だけ見たと思うけど。いや、俺は見てないな。いや、俺は見たんだよね、その最後ね。うん、まあ、ストレージなかった。まあ、じゃあ、言うと、俺、ステコ、ハタさんは白ね。この件に関しては。うん、まあ、そうだね。リアクター5に死んでるんですよね。そう、リアクター5に死んでるからね。ってことだよね。うん、じゃあ、無理だな。いや、わかんないけどね、義足さんが本当のこと言ってるか。まあ、義足は知らん。俺義足はどこに行ってるのか知らんからあれけど、あと、ステコ、ステコはどこ行ってたっけ。ロアエンジン。だからそうやろ。だから顔を。うん。言うたら俺もまだあれないけど、ね。ステコ、ロアエンジンの前はどこにいたの。どこ行ったっけな。エレクトリカルら辺だったと思うな。それやったらピルクルさんと会ってんじゃないの。ピルクルさんはだってロアエンジン、ロアエンジン通ってストレージのゴミ捨て行ったんでしょ。あ、見たよ、うん、あったよ、ね、トラボさんもなんか見た。そう、トラボさんも見てると思う、うん、電気室なんで、うん、あそこ3人やってた。そうじゃあ顔は何してんやったんっけ。私はウェポンナビゲーション最初行って、ウェポンナビゲーションって言って、何なったじゃん、あっちの行動が聞きたい俺は、うん、でそれでカフェテリアに向かって行ったときに義足とすれ違って、で義足が私の後にナビゲーションに行ったはずなんだよ、うん、だから義足が見てないって言うんだら私は白だと思う、この件に関しては。え、上通ってた2人とも。あのカフェテリアってことは、カフェテリアからウェポンナビゲーションで通ったってこと、うん、いや俺は違う。私は初手にウェポンに行った。え、あのナビゲーションじゃねえ、リアクターのエマージェンシーの後の行動はどう通った。俺、酸素で、あと、酸素でタスクやってて、ナビゲーションしたいないか確認して、で、シールド行って、で、その後また上に戻ったって感じ。で、死体はどこにあったんやったっけ。ナビゲーション。あ、もう一回押しますか。ナビゲーション、じゃあ義足結構黒くない。ちょっと言いたいことがあるから、もう一回押してほしい。いや、まだわかんないな。どうぞ。誰義足かかるな、こまい、お前。突っかかるなって言われても、だってナビゲーション取ってんのお前やろって感じやけど、普通に俺知らんけど、だって俺左にいたから。だから結局誰かが嘘ついてんねんな。だから人狼2人行ってるあれやから、多分結託してる可能性もあるよね。いや、ピルクル怪しいな。ピルクルのラインも怪しいやな、俺的には。はいはい。で、さっきの続きなんだけど、はいはい、上にはいなかったの、俺が見たとき、アドミンで。誰も。アッパーエンジン、カフェテリアってこと？アッパーエンジン、カフェテリア、ウェポン、うんうん、O2 にも多分誰もいなかった。うんうん、まあ、O2 には俺最初しかいなかったから。うん。最後多分、あ、うん、ごめん。カオカオはさ、
あの、うん、リアクターの後鳴った後はどう移動したって言ったっけ？カフェテリアを通ったけど、すぐ止まったから、すぐアドミンに移動して、アドミンにいたら、義賊が来て、その後エモンガが来た。俺は先にいたもん。うん、いたいたいた。だって、後で入ってきた義賊、うん、私義賊、エモンガの順番で来て、で、エモンガが見てる間に私は右のカード。そう言われると、義賊さんとすれ違ったのって、もうリアクターが鳴ってる最中ですか？最中に、私は上に向かったけど、義賊はナビゲーションに向かった。酸素から確か出てきて。個人的にこれ、トラボさんの自作自演の説もちょっと僕は考えたい。確かに、それの説出てきたな、なんか。ああ、まあでもそれは。割とみんな、このアリバイがしっかりしてる。で、トラボさん、でも、トラボさんでも、あれですよね。はい。上誰もいないって言ってましたよね。上。でもカフェテリア。ウェポンとかカフェテリアとか。ああ、言うてそんな滞在時間長くないですけど。ナビゲーションからウェポン行ってカフェテリア行ってすぐ引き返してアドミンに行ったからその時は誰とも会ってない。さっきトラボさんのエレクトリカルと誰か一緒に立って行ってなかったっけ？あ、俺え、言いましたよね、トラボさん。ナビゲーション無理じゃないだって。でも確かにトラボさんた最後の電気ついたの俺見てるから。エレクトリカルってどこだっけ？あの左下の。そうですね、左の。ああ、そうですね、そうですね。あそこ電気直してましたね、確かに。え、でも、その後、ナビゲーションで死体があった。ナビゲーションで死体があって、あったって言いませんでした、でも。通報の時は。はい、はい、はい。ってなると、ん？距離的に。でもそれはめっちゃ最初ですよ。ん？ん？え？電気消してたのは結構最初の方ですよね。はい、はい。あれ？最後？下をこう移動していって、あの、なんか、灯油してた、灯油みたいなんか入れるやつあるじゃん。はい、はい。あれをなんかやってたの、確か義賊さんに見られてたと思うんですけど。うん。あれやって、で、右の方に行って、見つけたって感じ。そのまま下からこう。確かに。釣り違ってないな。はい。参加トラブソンだと。義賊がナビゲーションから下に降りてって。しかいないと思う。やれ。釣り違ってないなら。どっちか、ローラーします。ローラーします。ああ、それでも。何入れよう。トラボ参加じゃ。いやいやいや、俺すぐ今回俺は義賊に入れたいね。いや、やめとけってマジで。どうなるな。いや、でもあいつ、浅いよね、ちょっと。まあでも俺は今トラポさんに入れたけどね。いや、でも分からへん。なんかリアクターの後を言ってほしいのにさ。俺はリアクターの後のお話をしたいんや。はい。これは、ローラーすか？ローラー感じでいいと思うんで。はい、じゃあ、ローラーで。まあまあまあ。まあ別に、犠牲になる分には、村のために。これで一人が確実に釣れるという安心感。まあまあまあ。二郎がうまく合わせてるか。まあ確かにそれはあるな。結果が。ただ二郎しか残ってなかったら、多分次のターンの殺害のあれで、なんとなくわかると思う。これいいんすよね。はい、入れましょう。はい、じゃあ頑張ってください。頑張ります。もう何入れてる？自分に入れてる。いや、まあ連れて出てほしいけど、どっちなのかな、分からんけど。どういっか。エモンまた知らねんな、ここまで。下行くか。シールズ。ピルクルとハタさん一緒に動いたね。さあ、タスクが終わってきましたよと。
しろかな。いやー、分かんない。誰か死んでさえいかん。タスク終わった。あ、タスクガチやな、これ。できるな。あれ、ハダサコまだアップロードしてた。もしかして。あ、終わった終わった。あ、オッケー。俺もタスク終わったで、今。私あと1個。はい、タスクガチでいいんじゃないですか。俺も終わってる。はい。じゃあタスクガチでいきましょう、もう。あと1個ぐらい。スキップでいいよね、これも。うん、タスクガチでいいでしょ。私ウェポンに1個です。でこうピルクルはかなり安心できるな、もう俺は俺もエモン側は多分白やと思うから、まあ顔顔かなとは踏んでるけどね。えっ、もうちょっと知らんけど、お父さんが怪しい。ああ、おいおい、ちょっとウェポンついてきてくれ、誰か。誰だ？え、小町さん違うわ。顔かじゃないか。あれ。え、はいはい、あと一人、あと一人誰だったんですか？俺です、俺。あれじゃん、エモンガじゃん。あ、俺。いや、もうごめんなさい、マジで。あ、くっそ、いや、殺せなさすぎたな、ちょっと。いやー、きっと最後。あ、じゃあ、誰や最後。え、エモンガさんと、トラボさん。トラボさん。トラボさんの自作自演説は。そうさっき幽霊部屋で聞いたけど、チャゲポをキルした後、弁当入ろうと思ったら間違えてレポートしたらしい。本当に。いや、マジで、ちょっと議論長引かせすぎたなと思ったんだよな。危ない。いや、積極的になんかエモンガ結構議論してたから、なんか白なのかな。いや、あのね、なんか義足いけそうだなと思ったんだけど、なんか、ね、上誰も通ってないよみたいな話してたから。うん。あの、ちょっとさすがにちょっとカオカオとがっちりすぎて。あ、そこでなんか二郎だよっていう、なんか主張するのもあれかなと思って。なるほど。どうしようかなと思ったら自作自演じゃないのっていう説が出てきちゃって。ちなみに僕、トラボさんの自作自演説をした人なんですけど、初動からなんか動きがめちゃくちゃ怪しかった。具体的に怪しいって何が怪しかったの？なんか動きが行ったり来たりしてて、この動きが怪しく見えてて、僕はちょっと目つけてたから、まあ、自作自演かなと思って。なるほど。ゆうすけさん、いや、ちょっとインポスター、無事やな。ゆうすけさんも無事。いや、さっきね、トラボさんにめちゃくちゃ謝られました。いや、初インポスターで。電柱行きます。初インポスターで。あ、俺もちょっと入れてくれ。はい、どうぞ。二人きりになっちゃったんで、これ誰か分からずに、ゆうすけさんを殺しちゃいました。全然いいですよ。マジで分からんか。誰か分からん。僕もあの、人狼の初日に無残な姿で発見されるタイプの人間なんで。いや、誰か分かんなかった。存在感だけはちゃんと残ってる、ね。怪しいって言って、そことは。ゆうすけさんの周りで事件が起こる。いや、本当にね、コナンかな。コナンだね。人が死んでいくよ。難しいな。人狼本当に難しい、これは。むずいっすね。だから最初はどれだけ白寄りで見られるかって、この先やってていいけど、それやってたらマジでタスクどんどん進んで、マジでやばいなって思ってさ。最後こっちがセット止まってくるよね。そうそうそう。だからどっかで殺さなあかんねんけど、なんか白寄りの動きをせんとさ、怪しまれるやん、ちょっと。うん、それが難しいねんな。心まで白になっちゃって、殺せない。人がいるうちにいっぱい殺した方がいいんかなって思ったりとか。ああ、なんか。戻りました。いった雨よな。1日目でどんだけやれるかみたいな。あそこ終わってくると、もうみんな固まってきちゃうから、どんどん。そう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 。早めに殺すっていうのが。初動ゲーやったかもしれない。そうですね。とか言いながら。釣られてたら意味ないですからね、僕みたいに。初動動きまくって。難しい。その加減がうまくできる。いやー、本当に難しいですね。奥が深いな、このゲーム。言い訳も具体的にしないと。うん、確かに。やっぱ俺みたいな正直もインポスター向いてねえわ。戻ったわ。
はい。あれ全員準備 OK？ いいよ。待って。一人だけ、エホちゃんが。ああ、はいはいはい。全員まだ大丈夫かい？それとも、なんか。僕は大丈夫。これは。皆さん帰ってこねえなぐらいです。うん、ないか大丈夫です。大丈夫か。いいよ。ルールどう？いや、いいと思うよ。このタスク一つ増やしてもいい。あ、タスク増やすか。なんか割とタスクガチ多いなっていう。そう、確かに。うん、コモンタスクって何そもそも？ノーマルタスクじゃない？ノーマル？あん。じゃあとりあえずコモンタスク2にして、あとなんか増やす？あと最悪クルーメイトのビジョン 0.5 でもいいんじゃないですか、狭い。ああ、そういうのありかもしれないですね。タスクのやつよりも。クルーメイトビジョン 0.5 で。インポスターは 1.5 でいいのか？いいんじゃない？大丈夫だと思います。うん、まあ、インポスターちょっとよりぐらいの方がいいと思うよ。まあ、そうね。タスクガチが多いってことは、タスク増やした方が。この程度減らしてもいいしね。あれですもん。いや、腰が痛すぎる。とりあえずこれでいいかな。ショートタスク、コモンタスク1個増やして、クルーメイトの機械が 0.75 から 0.5 になりました。これでいきます。はい、働きます。夜でいい。なんでゲームで働かなきゃあかんのや。はい、ミュートしてね。またね。おー、結構暗いね。しかもこれ電気になった時もさらに暗くなるでしょう。いや、やば、全然わからへん。はい。早い。早くないですか？めっちゃ早い。早すぎでしょ。早いな。暗闇技。早いな。早い慣れとるな、これ。まあ、暗くしてすぐか。コラボさん、あ、見つけたのは。はい。アドミンですかね。カフェテリアとアドミンの間ぐらいですね。はい、あ、はいはい、あ、ここか。はい。義賊とコマチンは、んコマチンだったあれ誰だ俺は大津井だ。ポコチンだ。チン違いだ。まあ、似たようなもんでしょ。一緒にそうだ。銃撃ってやつやってた。ちなみに、僕とエモちゃん右やね。そうやね。ステコも、ダッシュして、左、シールドの方にいたんで。右上で。多分エモンガさんが見てくれて。ステコさん、俺、シャケポの並びで右下にいた、多分。うん。僕は一人でした。メッドペイで薬みたいなやつやって、カフェテリアに戻ってる途中でしたね。ああ。ごめん、どこで死ねないんだっけ左カフェテリアの下の通路。そうですね、真ん中、もうすぐ降りたとこみたいな感じ。カフェテリアの一番上、右上のタスク、アップダウンロードでしたっけやってて。あ、僕も、それやったか。あ、僕も、はい、右上、なんか、岡落ち葉のやつやってあれなんだよな。早すぎて。そうですね、あるんですけど。単独だったのは僕と誰ですか？コマチンはどこにいたんだっけ？え、俺は、大津よ。あ、大津か、それさっき言った。大津で落ち葉やった時に、落ち葉を入れる時やってたやつの時に暗くなって向かってる途中で、なったのは。あ、ちなみにステコなんですけど、最初初動右に行った人数えてて、8人行ったんですね、右。すごい。で、はい、1人が左、行ってそれ僕ですね、多分メッドペイなんで一人が下に行って、個人的には右に行った人はないんじゃないかなと思って、僕初動でシールドの方突っ走ったんで、多分その通路のダクト移動はないかなと思う。うん、まあ殺した位置的にもさすがにないと思うけど、まあさすがにわかんないな、でも早すぎて。そうだね、うん、そうです。左と下に行ったの誰ですか？左行ったの僕です。下に行ったのがピルクルさんなんじゃない？そしたら殺されてるってことは。あ、そうか。じゃあ僕撃つの見てないですか、また。いや、僕まあ右に行ったのが8人っていうことしか、僕も右にしか行ってないんでわかんないですけど。8人やったら限られるもんね。多分。でも可能性としてあり得るのはトラボさんが、トラボさんだから先に終わったんですよ、カフェテリアの右上のタスクが。で、俺が気づいてもういなかったんで、そこからもう一直線で下行ってやったのかぐらいしか。まあ可能性ですけど、可能性。高いな。まあ、今の城、格好を、城ってか、今のかかってない人をもう一回しっかり覚えておいてもらいます。うん、はい。はい。いや、暗すぎる、これ。まあ、これむずいなぁ。これ。
まに暗闇切るマジでバレへんくない俺。え？待って、あ、エモンがタクト入ったと思った。びっくりした。さすがに視界悪いのやばいっすね。めちゃめちゃ死んでる。マジフルキルか。やられたな。さっき、あ、最初に死んだのピルクルさんだっけ。そうですね。あー、貴族さん結構やられてんな。怖い。皆さんどこいました。そう、これだ。自分だってなったな。淡々と単独コードでタスクやってました。最後カフェテリアです。僕エモンガさんとずっとコードしてたけど、エモンガさんは絶対ないです。これ左上の方に2人でいたかな。絶対ああ、僕は畑さこさんと割と場所どこにいたか教えてもらってもいいですか。今ウェポンです。え、ウェポンにいたのが僕はウェポンではなかったですけど、えウェポンにタスクをやってウェポン、あの長かったんでカフェテリアで押そうと思って戻って走ってたらウェポンにドラボさんがいるのを確認してて、あと O2 にカオカワさんがいるのも確認してます。ああなるほど。僕アドミンにいたんですよ。うん、でアドミンにいてウェポンに2人いたんですよね。ウェポン、はいはいはい、最後は私ウェポンにいました。あの、うん、貴族と最初にやったシューティングのやつが全然終わってなかった。ああ、その時難しいな。トラボさんもいましたよね、シューティング。はい、アドミン見てたのって誰でしたっけ。トラボさんでしたっけ。僕じゃないです、うん、あ、僕です。ユースケさん、ユースケさん、ユースケさん、はい、なんかいつ死んだみたいなのってさすがにわかんないですよね。それはわかんないですね。ずっと見てたわけじゃないので、パッとなる直前に2人いたのは見たんですよ。だから1人殺されたんかなと思ったんですけど、川川さんと2人いるなら違うかなと思うんですけど、あの別にそこまで怪しんでるわけじゃないけど、ウェポンの、うん、あのタスク終わってなかったのが川川と義足で、うん、で義足だけ死んでるっていうのはちょっとあれかなみたいな。でウェポンに2人いたって言ってたのも多分もしかして。死ぬ前の貴族さんやったかなと思ってたんだけど、いや正直まだわからん。ほんと憶測に過ぎないから。貴族は一番最初に一緒にやってたんだよね、タスク。死んでるから発言が。始まった。僕と一緒にいた人いないの。そういうこのゲームが始まって一番最初にいただけで。え、じゃあなんで最後カオカワさんはウェポンに行ったんですか。私終わってるのに。いや終わってなくて途中でなってその会議。もう早かったです。でもウェポン2人いたってことはカオカワともう1人いたってことでしょ。トラボさんが確かに。あ、僕は今やってます。あの、やってる途中でなりましたね。そうですね。最初トラボさんがいるって言ってたので、ああ、でもちょっとわかんないですね。ウェポン、そんなかかります時間。残り8で、最後でも、やるかな。一回話したくないですか。次釣りましょう。次釣りましょう。誰か。私ですか。誰かね。誰か釣りましょう。はい。はい、そこの収穫のあれを。ですか。緊急会議は。
いや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 。やられたな。やられたな。じゃあこれ、死体隠されたしなんで。ステコがね、プロイよ、殺し方。やられたな。あ、ステコってまだ知らなかったか。いや、ステコやったら分かったで。ステコが、うん、のダブルキルで見れた時に俺が見ひんかったから。ああ、そういうことね。で、こま、向こう行こう。いやみたいな流れじゃなかったですか。いやそう迷ってたから正直やってくれたのはありがたい。お必要必要全然。話でちょっとうんあのごめんね話があってあの看板上のあれだね義賊さんと一緒にやってたのは僕見てるんよ。うん。そこでやっててでそれで終わってなくて終わってなかったのはあれか。パーってなったから終わらなかったって感じ。なってたから終わらなくてでも残り途中で終わっちゃうから、うん、あの下回って別のタスクやって、うん、上ポンまで行って。戻ってったね。なので、多分トラボさん見てたらわかると思うんですけど、私の方が、うん、多分後に来て、私の方が早く終わったと思うんです。まだ終わってんのじゃん。そう。終わりました。あの、隕石のやつが、僕も今なんか途中でこれなってわかったんですけど、あれ、持ち越しですよね。はい、持ち越しですね。だから私の方が早く、遅く来て、私の方がパッて終わったのは、うん、後もう通り過ぎたぐらいでしたね、確かに。だから、そこに矛盾はないですね。で一つだけ疑問に思って聞きたかったのが、うん、一番最初の警報っていうか見つかったってアナウンスでカオカオさんが中断されたってことなんですけど、そんなに長くかかるかなって隕石のやつって。え、私、結構かかりません、あれ。いや、隕石はかかりますね。そんなにすぐかなって。私、違うやつやってて、後から。どうだったかな。ああ。え、あの隕石って全部で何個あるのあれ。20。あ、20か。そこじゃないってだから、そう、切るとその報告の速さから、なんだろう終わるんじゃないかなって自分は思ったんだけど、死体隠し自分だけの爪な。初手でそのウェポンに行ったわけじゃなくて、あ、そう、見捨ててからウェポンに行ったから、義賊と後で合流して、はい、義賊の方は多分先に終わってて、私は待ってたっていう。はい、大変失礼しました。詰めていけ早く。え？最初じゃあどこ行ったの？最初はカフェテリアのあの右上にあるゴミってをやって、ああ、そのままウェポンに行った。エモンガトだからその。なるほどね。まあ、そう言われたら、まあ、でもな、まだ、そうですね。全然、ヘロ出ししてるって、鮭さんだっけ。ガチで何もしてないんです。ステコがヘロ出ししてるのは。じゃあ僕、カオカオさんとこ行きますわ。はい。ステコさんがヘロ出ししてるのは、はい、僕ですか？うん、僕はエモンガさんと。あ、俺じゃないっすね。あ、エモンガさん。エモンガさん。僕は白でも黒でも、なんか何も言われてないです。単独行動組って誰だっけ、さっきの。僕。と俺もかな。僕もアドミン。あ、そうか、ユースケさん、そう。コラボさんとそこそこあったけど、割と俺も全然。ダブルキルね。俺わかんねえな、今回。さん白い結構散らばってたんだな、さっきの時どうしたじゃあ一緒にやってる方が。とりあえずスキップしました、僕は。あ、じゃあスキップで。これ釣っても多分当たんない気がするので。これどうする？いやー、むずいな、正直でも。これは負けたな。負けたな。いや、あのな、大体散らばってるってなって、これダブルキルなんやからさ、そこでなんか結託してるやつらを疑うのが筋やん。まあね。正直。そうね。うん。でも、エモンガともうステコはもう白っていうのは一緒にいたってことなんやからさ。ああ、逆に黒くなる。逆にそう、逆に黒いよね。ダブルキルと嫌な感じやから、これ。っていう指摘ができるから。あ、これ重ねてまたダブルキルされんちゃうこれ。ああ、だろうな。うん。電気暗くさせられて。知らんとこでね。うん。いや、頭数少なくなっ、最初にこのダブルキルのこの頭数少なくなった状態でも目撃情報も少なくなるから。そうやな。もうどんどん有利になってるから。うん。これ電気、まあ、最初に結局特定できるかどうかだよな、マジで。マジでそうやな。まあ、いきなり3人も頭数減らされて、やったらきついな。絶対電気やられるから。ああ、そっか。そもそも、そっか、死体の場所分からんからダブルキルか分かんないのか。いや、でももう大体だってみんな単独で行動してるってなってて、右側で大体死体見つけてないんやからさ、じゃあ左側ってなるくない？確かに。だからその死体の場所をもうちょっと詰めてほしいんやけど。まあそうね。大体右側にはないってことが分かるのが左やんじゃんってなるやん。誰か死ん、畑さんが殺されたぞ。ああ、殺されたな。ああ、これやられたな、これ。これは終わりかな。あ、てかあれじゃ、小町の死体わかるじゃん、これ。お前、俺の死体わかるよ。ペット、俺で、ペット。え、ペット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 、今、めっちゃ、あの、矢口探してるよ、今、来て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 。あ、いたいた。お前、ここだ、俺だ。おめっちゃキラキラしてるよ。ペット、ご主人って今、めっちゃ探してるよ、ご主人。
おい、探してくれ。これ。あ、じゃあ左だけで終わってくれ。多分もう。いや、戸田地さんが来たんやけど今。あと来た。戸田地さん、そっちじゃない。どこ行った？え、上に行ったわ。上行ったんかい。あっぱれちった、もう。ああ、ほんまや。帰ってこい、帰ってこい。行っちゃった。もうダブルキルのあれあるから。終わったな。ダブルキルで終わりか。せやな、終わったな、これ。向こう行こう。朝のカメラってますね。ああ、一番白かったな。そうなんだよな。そうだね。え、いやでもここは一人、あ、これ勝負どうですか、これ。あ、違うか、あれ。これあれか、真ん中のやつか。あ、そうです。ああ、僕がやりました。畑迫さん、誰か一緒にいた人いない？一回も見てない。リアクターで見たぐらいかな。リアクター止めたのが僕と畑迫だった。あ、そう、それは見た。あの、畑迫さんが下に出たやつでしょ。確か。え、近藤さんもいましたよね、その時。私は、ステコさんと、確か畑迫さんが、あ、そうだね。ステコさんじゃない、誰だっけ、上と下止めてて、で、終わったぐらいに合流して、って感じです。いや、いつ死んだかもわかんねえんだよな、正直。そうだね。これ釣らないとまずいですかね。いや、これは釣らんと。いや、多分、二人まだいるでしょ。二人いるので、釣らないとまずい、これは。釣ってミスると終わりますね。この状況に持っていくために、あの真ん中を押すっていう選択はとかないですかね。状況って。死体隠しはあるかもしれない。死体隠しで、この状況に無理やり持っていくみたいな。あー、そうです。そこまで気が回ってなかったですけど。うん。うん。いや、別にこれも、そんな疑ったわけじゃないんですけど、なんだっけな。その、原子炉、リアクターのエマージェンシーの時に、うん、俺トラボさんと最初どこだっけ、ウェポンの下のなんだっけ、ナビゲーション、うん、で、はい、トラボさんがそっち行ったんで俺ついてったんですけど、うん、で鳴った時に移動しなかったんですよね、うん、まあ、だから行かなくていいって判断したって言われたら、まあそれまでなんですけど、そうですね、それはそうです。あと僕もね、鳴った時にストレージにいたんですけど、で近くに川川さんがいたんですよね。で普通に考えたら下から行った方が早いのに、上から行ったんですよ。あ、見てましたね、それは。はい。それがなんでなんかなと思って。もう顔がつられて終わりだ、これは。あと、ステコなんですけど、なんか途中、終盤ぐらいに、監視カメラのピカピカ光ってたんですね。それってセキュリティ誰か行ってたりします？それが畑迫さんなんじゃない、もしかしたら。あ、セキュリティでこうされたことある。僕とエモンガさんはね、右に、リアクター終わったと右にいたから。エモンガさんわからんだよな。もしね、セキュリティで畑迫が死んでたんだったら、そう思う。いや、でも二郎の可能性あるなんて、なんかエモンガさんがすごい人に人狼なすりつけてるような気がするんですよね、僕。いや、でも違うと思う。エモンガさんはね。かばって。なるほど。まあ別にそれ、まあ正直だから、思いつくこと言ってるだけだから。正直もう、カオカオさん黒目に見てますけどね。ごめん、俺スキップ行っちゃった。もう一回行く？もう一回。これ、緊急で釣りましょうか。緊急で釣りましょう。私押します。あかんねえ。エモンが、いや、多分釣らないじゃない。どうだろう。いや、てか、俺のペット、リアクターで誰も発見しないのもおかしくねえか。俺のペットの残骸。確かに。あ、疑われてた話、あるけど、なんかアドミン、じゃあストレージにいたのに下から行かなかった。はい。はい。私、アドミンにいたので、こっちから行っても関係ないと思うけど。ああ、なるほど、なるほど。ちなみになんですけど、はい、まあ、今の僕が間違えてスキップ入れちゃったんですけど、これは割と白く見てくれるかなと、釣りに行っていうまあ人読みというか、まあその好意的に、まあまあ、うん、まあそんぐらいかな。ステコさんは結構発言的に白い気がする。で僕してエモンガさん、そうだから、そこで多分微妙になってる気がする。瀬子さん白目に見てても俺が若干黒く見えてるみたいな感じだから、多分今全体的に。ああ、なるほどね。まあでも僕してね、モンガさんないって、まあ4人のうち誰かかな。わからんのよな。わかんない。4人になると全員釣っていくわけにもいかないっていうのがきついですよね。うん、そうなんだよね。絞れてないんだよね、まだそこが。顔も怪しまれてはいるんだけど、その決定的なあれがないんだよな、正直。釣るまでのあれに至らない。うん、お父さんでもなんかずっと、
間違ったこと言ってないんで。他にちゃんと説明してるけど、毎回疑われるっていう。いや、だから行動自体が怪しいんだけど、みたいな。でも、決めてないとまず。これまでのゲームずっと怪しかったですけど、今回だけは唯一怪しくないです。私と、ゆうすけさんと、しゃけさんで3人で、アッパーエンジンで、いたね。あった時あったじゃないですか。はい。その時、誰も殺さなかったから、そうなんですよね。この人たちは大丈夫だと思って歩いてたんですけど、人数絞れてきてる。3人やから殺せなかったってことだけど。そうそうそう。エモンガさんだからそうやと思うんで。LINE? まあ僕は、まあ LINE は作ってるけど、説もありません。もうエモンガさんが白だと思ってるから。いや、でもなんかまあ、それに対して一言言わせてもらうなら、正直俺はナビゲーションでトラボさんと二人でいたときに、どっちも多分、殺し合えた状況だったとは思ってる。うん。ああ、まあそれもありましたね。確かに。誰だわかんねえ。みんなもう決めてます？入れてますか？僕は入れてます。いや、俺まだ入れてないです。スキップしました。もうわかんないんで。いや、スキップを入れた方がいいって。あ、このスキップ怪しいか。川岡さんまだ押せますね。どうしようかなと。僕が押せてるんで。僕が押してるんで。もう一回押すのは。ツイッタースキップでいいですか、じゃあこれ。ああ、そういうこと。いや、怪しくない？これやばい、これやばい、それやばい、それやばい。え、じゃあ、だって顔がもう一回あれなんでしょ？やるんでしょ？誰ボタンがなくなるのがやばい。エモンガさん入ります。エモンガさん入ります。なんか、自分、顔かさんに入れました。わかんねえよ。ちょっと待って。何これ？無理だ。俺ね、盗撮が取れない。盗撮が取れない。むちゃくちゃや。義足さんと小町さんがいつもまとめてたから。いや、そうなんだ。そうなんだね。いや、でもこれタスクも、あ、やばい、来てない。エモンガに入れろよ。あー、もう一回稼いで終了だよ。誰か入れろ、入れろ。止める、止める、止める。一人つらのもダブルキルだ。それを気づいて、できるやつだよ、なんかね、これ。あ、もうダブルキルで終わりやな。ステッカーもう貯めてるで。クールタイムまだ終わったよ。ああ、閉められて稼がれてるもんな、これ。雑誌雑誌で終わり、これ。押せ押せ押せ。早く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 押せ。ああ、オッケー、危ねえ。はい。え、別にどうでもいいんだけど、断念誰も来なかった。ごめん、誰も俺押せなかった、ごめん。僕も押せないから、押せなかったけど。さっきスキップした僕です。もうこれ釣った方がいいんですね。釣りましょう。じゃあ、誰か。釣った方がいい。え、カオカはちゃんと。え、カオカさん押すの遅くないですか？そう、遅いんよ。普通にだからさ。なんでこれ待った後だったんですか？何がですか？リアクターいなかったですよね。直しに誰も行ってないのかなと思って、向こう行って。その前にもう押せなかっただって。そう。あの、真ん中の。蓋かかってたから。押せねえと思って。これやばいやん、これ誰も直さんかって向こうで殺されてたら負けるやんと思って向こう行ったらみんなゾロゾロ帰ってきたんで、あ、いけるやんと思って帰ってきた。これ、カオカオさんで気持ち。いや、違う、マジで違う。嘘しかないか。これでも、いや、でもこれは。黒くなったな。ガチで違う。本当に違う。今の動きちょっと。いや、すいません、これはもう違うかっても申し訳ない。え、本当に違うんで。まあ、しゃあないよね、これ。いや、でもわかんないな。うっとこ、うっとこ、うっとこ。知らないけど。知らない。いや、負けても知らないですよ。私はエモンガさんに入れました。うわ、エモンガさんもちょっとな。止めに行ったじゃん、俺だって今。いや、エモンガさんと僕は行ってたんですよ、止めに。僕も行きましたよ。最初。まあ、行ってましたね。僕は、あの、3秒ぐらいで助けた。すぐ押せるもんだと思って、時間かかるやつ。前から行ったっていうだけなんですけど。で、そもそも、まず、顔、あ、真ん中のやつやれなかったとしても止めに行くでしょ普通。まあ、うん、いや押せると思ったからいたけど、いや押せなくないいつまで経ってもと思って。あと真ん中のボタン押せるの誰ですか？僕押しましたね。これ押せる。多分セモちゃんだけか。とセモちゃんとして押せないですね。僕も押せないです。セモちゃんだけか。きついな。これ仮に違うかった場合ダブルキルで終了なんで。違うか。なんか、すでにダブルキルでしょ。ええー、じゃあもう、そしたら、一人キルされる時点で終わりですね。そう、離れたいんですよね、ちょっと。そしたらもう負けを認めるしかない。それ、え、俺のエマージェンシーじゃねえ、あの真ん中のやつさ、どういう時に使えばいいじゃん、そしたら。俺だけでしょ、もう使えるの。え、これブーブーってなってる時も連打以外なくないもん。連打ですかね。うん、連打しかない。
赤のブーブーかエモンガさんかなエモンガさんやな、え、俺あ、じゃあそれ、これ外す、この後なんか押せなかった時って、赤のやつなってたじゃないですか、はい、あれって、その時でも押せるんですか。いや、一人一回。わかんないけど。そう。とりあえず、ここはお母さんで。時間制限。まあ、次やば。次、エモンガを釣ったとしてら、いけんやけど、まあ、人狼側はあるよね。だから、エモンガがこれ、エマージェンシー押さへんかったり話。みんな押すと思ってるけど。ほら、行くやろ。ほら、もうこの時点で、ああ、もう嫌やなってなるわけやな。押せよと。普通に。エモンガも押せよ。みんな思うはずやね、俺。ナイスー。いや、わからん、わからん。マジでわからん。わからん、ナイスー。やっぱりキャリーされたもん。いやー。リアクターで俺のペットが死んでんの、みんな全然発見しないですね。あ確かにヒントだった。特に興味なしみたいな。俺がリアクターで死んだ証拠が俺のペットを通して分かるはずなんですよ。ダイイングメッセージだよな。結構信じちゃったな。いやマジでナイスキャリーすぎだな。これ俺何もやってないもんだって。エモンガさん黒かったけど確かにステコさんが白かったせいで。そうだよな。そのラインが何もしないことで疑われてたおかげで、ステコさんにあんま疑いの目がいかなかった。いや、多分俺の方が黒かったから、そのステコさんの方までなんか回らなかったみたいな。いや、ステコがなんでその白のラインなんかがよく分かってなかったけど、俺は。説得力。だからその。一応、威嚇してる人間になってたんだけど。いや、顔がマジでね、行動全部言ってたから。正しいのになって思ってたんやけど、いやでもあの行動は言ってたけど、その行動自体一人行動が多かったっていうのが正直言いたいと思う。一緒にいたやつ全身で行くんだ。そうそっちまで白かったんですけどね。真ん中のボタンが押せないっていう呪文。いや、しゃあないよ。それ知らなかったやろ。うん、だからその10秒後ぐらいに押せんやね、多分10秒ちょっと。15秒かな、多分。妨害入ってるときは押せないです。そう。あれですか、えさっきも。妨害中は。僕が一応押せないんですよ。あ、押せないんだ。なんかさっき押してなかったね。さっきの。いや、そうなんですよ。押せなくて、あの、押せないから待ってんのかなと思ったのに、なんか妨害終わった瞬間にこっち来たので、どういうムーブとか。ああ、なるほど。いや、向かってたんだよね。押せねえ、押せねえ、やべえやべえ、負ける。それがめちゃくちゃ、黒寄りに噛み合っちゃったわけ。そうなんですね。ちょっと黒目に見ちゃったので。もう一回トイレ行ってきます、ちょっと。はいはいはい。よかったなぁ。こんなに隅から行動説明したなんでステコを信じちゃったんだろう途中確かに謎の言い回しなんか最初なんか右になんか8人行って左一人しか行ってなかったみたいな言ったのはそうだ、ね、あれでなんかめっちゃ考察してるやんってなんかみんなどこで死体が死んだのかっていうのをもっと詰めた方が良かったんじゃないの最初に。確かにその話しなかったやん。確かにそうですね。そう、右で大体なんかこう死体がなかったら左やなってなるし、うん、ほんならその右側にいた人たちはなんていうの結構まあ白目になるやん、そのいろいろ見つけてたら、ね、っていうのも絞れる。俺が白目で左にずっといたけどないって言っちゃったから。そうだから死体の場所をもうちょっと詰めた方が良かったけど、詰めへんかったから多分そのままステコがもう完璧になんか白寄りになっちゃうってやらかしたー。そこはもう完全に死体隠しで真ん中を。そうやな、うん、そう。俺とコマッチンダブルキルで、いやでも、ステコのあのキルの仕方エグかったよ。うん。俺、監視カメラ見てて、で、コマッチンもそこにいたの。俺はあの、やっちゃいけない。リアクターの方やけど。あ、まあそうそう。で、1対1になって、で、なんか監視カメラの部屋が閉じられて。うわ、それうまいな。で、それで、あ、でも、1人しかいないから、まあ、のんびり監視カメラ見てようと思ったら、ステコが、あの、弁当から出てきて、殺した後すぐにまた弁当引っ込んで、見られずにキルしてたから。エレクトリカルから入ったんだけど、エレクトリカル あの扉も閉めて、一人で完全に犯行できた。ああ、なるほど。完全犯罪じゃん。そう、いやー。密室殺人。これはちょっと、そういう扉の使い方ある。そう。いやー、俺ちょっと、プロの犯罪だったよ、もう完全に。犯行の仕方。やってる人のムーブだった。やってる人かもしれない。そう。あれ、これ顔いなくね。あ、私、これで終了。あ、終わり？ OK、OK。あ、OK。もうラストにするわ。ありがとうございました。じゃあ、全体で。お疲れ様でした。
次で全体ラストにするか。はい。はい。じゃあラストよろしく。よろしくお願いします。まあやられたね。しゃあないな、今のは。もうちょっと死体の場所を詰めたら。コースか。こっちから行こうかな。長いな、あんな俺の嫌いなタスク。誰が怖い。死んでない。あ、ごめん、ごめん、ちょっと俺のかん、あ、見間違いか。待って、何、弁当ハタさんどこいた。俺エレクトリカルですよ。ああ、じゃあ、お前ごめん、いや、じゃあ色がちょっとさ、そう、俺あのピルクルと一緒に監視カメラ追って、はいはい、最初でパッてエレクトリカル行った時に、あの暗くなったかな、なりましたね。なった時にまた緑色見えたから、これ弁当から移動してきたやんと思ったけど、多分色の見間違いというか重なりやな、ごめん。ピルクルさんが弁当で移動したみたいな、そう思ってしまって。いや、俺は普通に上からカフェテリアで出てきちゃった。だから、ちょっと俺色の見間違いはすまん、大丈夫。まあ誰も死んでないし、とりあえず。逆にどう動いてました、え、あれじゃないの、だから。あの、まずリアクター、リアクターやったの俺とステコでしょ、多分。わからんけど。でそこでやってからもう一つロングタスクやってからセキュリティで、ピルクルと会って、そこから下に行って、エレクトリカルで、ここであのピルクルがベントからできたと思って、そのまま上に行って、まあ、まあ今別に最後、まあ、今別に怪しい動きはないので、うん、まあ、誰も死んでないし、行動を考える意味もないし、停電つけたのって誰ですか。あ、俺です、俺です。まあ、俺がエレクトリカル、白目で見えるな。エレクトリカルにいたからもうすぐ直して、うん、ああ、なるほど。肌底さんエレクトリカルいたの見てます、僕。僕もアドミンでいたのは、まあ、別にまだ白目もクソもないけど、ないけど、何も、まだ何も起きてないんで、白目もクソもないと思うけどね。あ、また落ちとれるタスクでいいんじゃない。なんかあったら、ね、じゃあ、とりあえず。はい。はい。で、このね、この白目っていう、なんかこういうのボソって言って、こう印象操作をしてくるの気をつけなきゃな、俺。ほんまに。よくやるから、それでなんかライン作って、っていうのもあるからね、侮れない。そこは侮れへんね。白目って言っても別に何も起こってなかったしね、白目もクソもないのに白目っていうのもなんか変やなって思うしね、
はい、はい、やられてました。はい、ナビゲーション、ウェポン、シールドのちょうど間のとこです。ナビゲーション寄りの。ナビゲーション寄り。あの角のとこですね。はいはいはい。ああ、はいはいはい。なるほど。なるほど、なるほど。右にいた人かな、そしたら。ただ、右誰も会ってないです、僕。30秒ぐらい前までいた、ナビゲーションに。あで、そこからバーッと移動して、リアクターに行っていた。俺もエモンがいたとき、俺もいた。O2 には一緒に行ましたね。義足さんと。ああ、タラボさんもいたな。あと、畑作と、ステコさんもそのちょっと前にいたかな。いた。ああ。うん、結構前。けど、その時は死体は全然なかった。なかったね。結構前だから。うん。そうですね。俺そこから回ってアドミンに行って、アドミンの、プロでやってました。殺されたのあれじゃないの ?O2 のさ、あの、イマージェンシーアトレス多分やられたの。ああ、多分そうだね。ああ、そうですね。そうです。俺とコラボさんがそのエマージン、あのあれが緊急タスク来た時にちょうど O2 の部屋にいて、そうそうそう、それは見てた。そうそう、で、ちょで、まあ、ちょ、まあ、速攻直してみたいな感じ で、その O2 を解除したトラボさんと俺がナビゲーションと O2 の間で多分合流一回してるんだよ。ああ、なるほど。走ってます、走ってます。はい、うん、ありましたね。あ、はい、で、俺は上の方行った、カフェティレア、うん、で、その後アドミンで片底とあと誰かいたから、うん、俺ピルクルか。そうですね。で、報告したのがゆうすけさん。あ、僕です、僕です、ゆうすけです。ゆうすけさん誰と知ってました？僕単独ですか？僕単独です。最初リアクターにいて、そこから O2 のあれになったので向かってる途中に。ちなみにステップ終わったんですけど、ゆうすけさんの自作自演はないです。僕がナビゲーションでちゃんと死体も確認してました。ナビゲーション。あ、了解です。はい、うん、ユウスケさんは普通に発見して報告したって感じですね。コマチンは誰かと一緒にいたりしました？俺はアドミンで、まず O2 のやってカードやって、でアドミンからそのままエレクトリカルに、向かう途中に、あの俺エモンガと通路立ってるけどね。あ、やっぱり。あ、それ言ってくれるならよかった、うん、だから俺は右には一切行ってないね。一旦スキップっすか？わからんな。なんでピルクルに？何でピュー入ってんだよ。なんでピルクルだ。怖いな。いや、でも誰かわからへんの。でも正直、誰も見当つかへんの。見当がつきませんの。若干ちょっと、ステコ、なんかやっぱ気にしてないと思って感じかな。ケルクルダン稼ぎをしました。なるほど。これできたよな。ナイスです。え、何？ナイス。で、そうですね。僕はアドミンの方を止めたんですけど、酸素鳴った直後に
トラボさんが一番アドミンに近いのにストレージの方を下に通ってった。確かに下、それ僕も言ってますね。僕マジで地図がわからんかったっすね。でもあの上の方は僕が結局止めてるんで最初に。ああ、まあ確かに結構いろんな人がアドミンに来たからその可能性もあるか。まあ一応あの別に俺トラボさんどっちかって白身に見てるんですけど、うん、あの止まったのが俺が到着した後だったんで。まあ、それ見て止めたのかなっていうのも、まあ、一応もしかしたら。あ、まあ、ゼロ、まあ、なるほど、ゼロ。ゼロじゃないけど、でも俺はトロさん、どっちかっていうと白だと思ってる。ああ。まあ、ちょっとそこを聞きたかったぐらいかな。なるほど。別に今のまあ、タスク結構進んでるし。まあ、確かになんかタスク勝ちできそうだよな。まあ、死んでないの珍しいな、正直。まあ、絞れてないから、そうですね。わからんわ。キルクールダウン30秒ぐらいだと思うから、その間にいっぱいタスク進んで。そうですね。最初の30秒でめっちゃやりましょう。こまめに。はい。真ん中に。30秒なる前に一回押した方がいいですか？いや、それでもいい。僕のタスクでいいんじゃないですか？タスクを、もしも終わってる人がいたんなら押してもらえばいいんじゃないか？はい。まあ30秒なりすぎる。28秒か29秒くらいが理想だよね。うん、はい、わかりました。で、これスキップボート僕、押してるんですけど。ほうほう。押せてない。なんだこれ。じゃあ、ちょっと1分間。雑談しますか？雑談しますか？え？ボタン消えて、ボートがつかない。あ、そういうこと。珍しい。ステコタスク全部終わってた。俺まだ終わってないっす。俺もまだ。俺もまだ終わってない。終わってない。終わってない。あと2個ぐらいです。ステコだけか、まだ。仕事が早いのは偉い。足が早い。普通に、左側の順番覚えるやつとか、普通に苦手なんだけど、あれ。ああ、確かに。あの、ポチポチするやつ。ああ、あれ普通に、マジで普通にナチュラルに見せると、一からやるのクソめんどくさいやんな。いや、わかります。一回ミスると二回目もミスっちゃうっていう。チークテストをこれでやってるんだろう。何テスト？チーク、チーク。チーク？シルに育てるで。もうご存知ない。ああ、シークね。要素がバレてしまったな。テスト、ロールシャッハーテストしか知らないわ。頼りすぎでしょ。またなんか。なんでピルクルさんずっと入ってるんですか。タスク。あ、ちょっと待って、なんか変な方向になっちゃった。ちょ。なんかバグったバグった、あぶね。まあ今日なんかあれやな、人狼で買ったから嬉しいっすね。メット上に飛んだやつ今。たんすけど、まあ、いや、あのエレクトリカルで、あれそっちか。で、俺アドミンで見てて、うん、2人死んでません。え？お前エモンガも死んでる。おエモンガ死んでる。お前。ダブル。はいはい。え、じゃあこれダブルキルってことやんな。そうだね。で？え、俺トンだけしたんですよね。あの義足見てたやろ。あ、俺も今アドミン一緒に義足と見てて。見てて、はい、エレクトリカルに3人ぐらいいたんやけど、あ、トンってトンだから、メットで。間違いなくメットは使ってた。俺が見てたときは、そのコマチンが絶対、あ、コマチン確認してるから、俺じゃあ、アドミンいた方がいいなと思って、アドミン残って、で、コマチン行った後もずっと見てたら、
少なくともネットベイと、なんだっけ、あの、セキュリティはずっと行き来してる。で俺ね、ピル来るちゃうかなって正直思ってるんやけど。ああ。ほうほう。え、なんで？思いました？なんか、暗くなった時に、とりあえずポンって飛んで、俺がパッて向かった時に扉が閉まったんやけど、うん、その時にネットベイで閉じ込められてて、出てきたら、まあ、チーンとすれ違ったね。でもね、ポンって飛んだから、俺の視点では。うん、見てた。だから俺がそれで急いで向かってる時に、はいはい。いたから、どうなんかなとも思ってんねんけど、まあ、閉められたら。飛んでないよ。あいつ俺左上のタスクやってて、で、リアクターから上がってきて、で、通路渡って、で、ネットベイの薬品やってたら閉じ込められて、ネットベイに買ったのチーン。マチンさんどういう動きで言いました、今回。俺？うん。俺はだからあの普通にあのアドミンであのタスクしてストレージ側から来たってことですよね。あ、そうそう。え、ストレージ側っていうかあのカフェテリア通っていったよ。俺はアドミンからカフェテリア通ってあの怪しいなと思ったから向かったよ、メッドベイに。ほなそこで閉められて、ほなそこで、ああ、なるほどなるほど。そう、そこであの中にあのピルクラおったんやけど、俺の視点ではなんか飛んでたから。マチンさんナビゲーションの方いましたよね。ナビゲーションってどこ？一番右。右右。セキュリティでコマチンさんがナビゲーションの方いるの見てるんですけど、ナビゲーションおらんよ、うん、そこでシャケさん死んでるんじゃね。いやでもこうなったら俺はステコが怪しいと思うよ。俺言ってない。僕はナビゲーションにいたのはちょっと、コマチンさんどうしますか。コマチンさんの言ってたところ見てました。あのいやこれダブルキルやったら誰かスランとやばいと思うんですけど、もう一回押します、押します、もう一回押す、もう一回押す、オッケーオッケー。怪しいやろ普通に。これはステコまたかばってんちゃうか、ピルクルのこと。でセキュリティのも怪しいもんだって。るしな、邪魔されたか。いやでもこれ誰かもう一人来てくれんと、そうやな。はい。はい。あ、押せんのこれ。はい。今解除した、俺もう連打してた、とりあえず。ああ、解除した瞬間に。俺も押そうかと思ってたけど、俺もう押してたわ、初手に。ごめんなさい。いや、俺さ、俺さ、うん。ステコンさ、セキュリティにいるってことは、俺飛べるやん、弁当。怪しくなる。あ、全然あり得るよ。ステコン、ピルクルライン怪しいけど。確認してません？ん？僕アドミンに結構いた人たちも書く。あれ、アドミンだったかな。ついてなかったような気がしないでもない。ついてたと思う。停電中に、僕ナビゲーションにいたんですよ。停電中に誰がナビゲーションにいた？あ、僕です。テコです。セキュリティいたって言ってたの今。あ、ごめん、ごめん、セキュリティ、ごめん、セキュリティ。うん。いて？で、その時に、義足さんとかが、メッドベイら辺にいたのは見えてるんですよ。義足さんと、ピルクルさんと、あと一人かなが3人で。義足さんはアドミンにいたんじゃないですか。アドミンにいたよね。うん。でも、メッドベイの方もいましたよね。メッドベイはコマチンさんじゃないですか。僕とコマチンさんと、そのピルクルさんがいて、そのピルクルさんが空いてない。だっけ、そうだね。そう。僕、コマチンさん。なんかいろいろ勘違いしてるかもしれない。ごめんなさい。あとなんかナビゲーションに俺がいたって言ってんのもなんかお変やで、ね、普通に。なんかね、ナビゲーションに一人ね、いた気がするんだよね。俺そこがちょっと怪しい。コマッチは少なくともナビゲーションには行ってないと思う。俺だってアドミンでいたもんね。俺と貴族はアドミンで絶対いるっていうのがあるから。あ、ちょっとミッドウェイで僕も見てます。そこは火を認めます。火を認めます。見た、セキュリティね、ナビゲーションで見たっていうのは誰？じゃあまず自分の位置関係言おうか。俺と貴族はあのアドミンにおってん。停電中の、トラブさんじゃない、停電中の犯罪やから。トラブさんがナビゲーションにいた。うん、いやいや。いや、いた。僕、マチンさんいましたよね、僕。で、最後、あれやろ、その、壁開いてる。そう、メッドベイで俺がトラジ、トラジ、そうやで。トラボさんと。あ、ちなみに思い出した。シャケさんは多分ね、ナビゲーションで死んでる。俺、それ見たわ。見たわじゃない。ナビゲーション入ってくる。一番大事なの。下を見たとか。下じゃない。入ってくところを見た。それ以降見てない。ん？シャケポって一番最初じゃない。シャケポ？
あれ今回シャケコさん入れます。シャケコさんは果たさことするか。そうですね。いや、待って、これ積んない方がいい。いや、だいぶ怪しいけど、これ。さすがにちょっと、あれ白だね。これは俺のプレミだ。これはプレミです。ごめんなさい。まだ2ロいるんで、頑張ってください。これは怪しすぎる。もうちぐはぐすぎるから、これは釣られてもしゃあないな。まあでもタスクが狙えると思うけどな、俺。これ、もうちょっとやろう。単独良くないかな。ナイナイスー。ごめんなさい、僕のプレミでした。はい、マジかー。これ酸素負け。いや、ユースケさんうまかったな。酸素負けかな、多分。2はもうめちゃくちゃうまい。あ、キルされた。いや、1キルで終わりか。うん、いやー、もうユースケさんやべえと思ったけど、まあクールタイムあるし大丈夫だろうと思ったら。ユースケさんかー。まあ、でもピルクルやっぱり釣らなあかんかったけど、でももうあそこでちょっとステコがマジで、お前にあそこまでなっちゃうと釣るしかないよ、ステコ。そうですね、ステコさんはマジで助かったなと思いました。ステコがもし普通やったら俺はピルクルを押してないけど、うん、最初からピルクルさんに投票してたけど全然怪しいみたいな流れなかった。いや、俺なんかナビゲーションにシャケさんが入ってったような気がしたんだよ。最初やね、それ最初、ね、そうですね。で、あのダブルキルされたのは両方あのエレクトリカルなんで、そうなんだよね。2人ともエレクトリカル、ね、そう、コマチンがね、多分俺の死体がエレクトリカルになったことに気づかなかったんで。ああ、そうですね、色が多分同化してたのか、そう見えなくて。ああ、なるほど。いや、結局じゃあやっぱりダクト使ってたのはピルクルか。俺が使った。あ、じゃあ僕も使ってました。ユースケさんもね、まあ、使ってて、はい、僕も使ってて2人で2人とも殺しました。あー、なるほど。いやー、なるほど。そういう動きか。いや、ユースケさん強かったな。あとちょっと欲しいな。で、多分あれやろ、そのピルクラも閉じ込められた風でおったってことだろ、もう。そう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 。うん、だもうそうやねんな。いや、僕も押せばよかったっすね、もうちょっと地下に。いや、でも、さすがにそれを夢行くステコの、ちょっと違うところかな。僕がね、全く違うとこ見てたね。超人ムーブ入ってたね。超人ムーブ。あれはちょっと、これは人狼側としては乗っかるかないみたいな感じだったかね。終わりっすか、これも。終わりかな。終わりか。自分は終わりですね。まあ、じゃあ終わりか。え？アンコールですか。いや、初日コマチンダクト使ったと思ったんですよ、俺。俺がマジでびっくりした。エレクトリカルにあの停電直した後にコマチン入ってきたじゃないですか。で、俺が一旦抜けて戻ったらコマチンいなくなってたんですよ。ああ。絶対抜けたじゃんって思ったら、コマチンもカフェテリアで押してたからどういうことみたいな。まあラグってことだ。まあラグなっちゃうわ。そうだから、これ別に言わなくても一旦いいかみたいな、なんか怪しい動きしたらこれ怪しかったですよって言おうと思って。あ、まあ、全然このゲームマジでラグあるから。それ閉じ込めなんかあれ致命的だからな、本当。インポスター側からしたらさ、お、ここやれんじゃんと思ったら一人スルって抜けてったりするからな、あれ。じゃあラストやろう。本当のラストで。本当、ファイナルラスト、ファイナルラスト。はい。頭悪い。はい、よろしく。よろしく。お願いします。これはもうしゃあなくない。正直ちょっともうステコがちぐはぐすぎたから、もうこれはもう怪しすぎるでしょ。俺はピルクルやっぱり怪しいなあれだけどね。まあもうそこの上を行かれたらちょっと厳しい。
はい、はい、どうしましたか。今は完全にもう割れました。はい、まずどこだっけ、あのコミュニケーションか、あの、うん、ストレージの右側で、はい、トラボさんがやられて、その部屋からユウスケさんが逃げていくのが見えました。まあ反論があるならとりあえず聞きましょうか。あれ、ユウスケさん？あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。マイク入ってませんでした。すいません。弁明がある、弁明があるならどうぞ。弁明はないです。僕、見えなかったです。いや、あの、その、コミュニケーションは別に奥とかではなく、普通に入り口付近だったんで、まあ、見えないってことはまずないと思います。なるほど。はい。まあ、ユウスケさんです。悲しすぎる。悲しいな。やべえ、議論の間にトイレ行こうとしたのに議論が一瞬で終わってしまった。これしょうがないね。これは仕方ないですね。そういうことの俺がダッシュで行ってたから。まあ、ラッキーだったと。これだいぶいいね。うん、あ、インポスターやりたかったな。はい、はい、押しました。ナイス。はい、まあ確認と、あとまあ自分のタスクが終わったから一旦ちょっとタスクの進捗状況確認してえなと思って。まあ俺も終わったよタスクね。めちゃくちゃ終わりました。もうめちゃめちゃ終わりかけだから正直タスク勝ちで終わりだと思う。そうね、さすがに人狼動けないってことでしょう、ね、うん、まあね、かわいそうに。あ、もうこれはかわいそうに。まあというわけなんで、もうタスクやって終わりましょう。はい、終わりましょう。いやー、誰なんだろうな。素晴らしい勝利ですね、これは。勝ちでしょ。
チャンピール来るか。はい、はい、あ、エモちゃんが死んでる。電気室で死んでたんだけどさ、多分シャケさんやったの。え、そうなの？マジ？なんでアドミンで確認してて、いきなりメッドベイに現れた人がいて、いや、いきなりじゃないです。自分ずっといました。自分ずっといました。いや、ずっといたわ。嘘、ずっといた。本当にずっといた、まあ、カフェテリアでエモちゃんと一緒にいて、まあ、ごめんなさい、僕のあれがミスってる可能性もあって、ここは助けていきましょう。ずっといました。今回ずっといました。でも、なんかメッドベイピョンピョン飛ばないんだけど、メッドベイにね、なんか入ったり出たり入ったり出たり入ったりしてるって、俺も今見に行こうとしてた。ミュートだけどね、コマチン。ミュートになってる、ね。あ、ほんとだ。コマチンさんと一緒にアドミン見てた。そう、見てたんやけど、あの、ピョンピョンなんかね、出たり入ったり出たり入ったりして、俺もメッドベイに行こうとはしてたね。その時に。ちなみにエレクトリカルが2人いて、その時ずっと1人残ってる人を見たから、見て、そしたらミッドベイに現れたんだよね。で、メッドベイにそいつが飛んだかなと思って、俺は見に行ったら、シャケさんがメッドベイから出てきたっていう感じの。ずっとその出たり入ったりを繰り返してたし、なんで繰り返したんですか？ああ、なるほど、なるほど。ダクトから出てくるかなと思って、待ってました。まあ、焦る時間帯じゃないですか。まあ、でもタスクで釣れると思うんですけど、タスクで終わったら、わざわざ釣らなくて、釣らさなくていいんじゃない？はい。ちなみに、僕、めちゃくちゃタスクの。待って、これダブルキルされたらこれじゃない？オッケーです。いや、ユウスケさん、ユウスケさん連れてる、大丈夫。そっか。ギゾクさん一緒についていきます、自分じゃ。まあ、僕が死んだら、シャケポを釣ってください。わかりました。まあ、ピルクルマンちゃん自作自演の可能性もあるな。まあ、ピルクルカバー、シャケさんな、こうなると。怪しいのは。ギゾクどこ行った？すいません、初動で義賊さん見失ったんで押しました。それだけです。今俺アップロード中だ。今 99% くらいで。ごめん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 。はい、じゃあもうスキップで。はい、スキップでお願いします。いや、視野狭いからな。うん、確かに。見失うよ。いや、すいません、申し訳ない。いや、俺下に行くんで。あ、OK です。下に、じゃあ、下で会い。いや、びっくりくせえけど、ちげえか。
シャケさんを殺して義足のせいになすりつけるかどうか考えてるんちゃうかなとは思ってるけど、これで終わりちゃうか。マジで見えへん。はい、まあ、はい、すみません、あの視野狭すぎて全然ついてきませんでした。畑さこかな、畑さん。なんでなんでなんで。いや、そうでしょ。まあいまあ、どうすか、タスクは。あと1やろ、みんな。あと1くらいじゃない。俺、多分俺の多分メッドベイの試験管のやつだけかな。OK です。あ、じゃあ、まあ、いいんじゃ、それで。まあ、そう、なんか、確かに。あ、今、あのメッドベイに畑さことピルクルさんと僕でいたんですけど、畑さこが急に反対方向に行ったんで。え、だって電気消えたじゃん。なんでカフェテリアから行く？カフェテリアからなんか メッドベイの上ら辺で鳴ったんですよ。そう、メッドベイからカフェテリア、まあ、ストレージエレクトリカルって行くのが普通じゃない？うん、え、そう、同じぐらい。僕はアッパーエンジンの方から行くから、まあどっちでもいいです。ずっと多分そんな変わんないですね、ここは。そこは俺も別になんか、なんだっけな、さっき困っ、誰かに疑われたっけ、なんか、俺も普通に右のカフェテリアから行こうとしたことあるから。でも、畑さこなんでカフェテリアを通ったのに、下に気づかなかったのかなと思った。うん、そんぐらい。え、下にどこにあったの？暗かったから。下にカフェテリアの、真ん中の机の左下。あそこにあった。そんなに堂々とあったんですか？普通に暗かったから見えなかった。で、直前まで僕はピルクルさんと畑さこと一緒にいて、二人ともそっちに行ったの見たんで、僕は畑さこと。まあまあまあ、タスクで行きましょうか。まあ、タスクで行きましょうか、とりあえず。俺、あと試験管のちょっとミスんなければ多分、買ってるから。まあ、OK です。ミスんじゃねえぞ、お前。やべえ、どうしよう。コラボさんみたいになったらどうしよう。ナイスです。はい。ハダさん。ハダさん、ね。僕みたいな。いや、俺、殺してないのよ。え、殺してないんですよ。俺が暗くなって、エレクトリカルで暗くした後に、コミュニケーション寄って殺して、行ったんですよ。あ、で、ユースケさんが、あ、死体あるで、やべえってなって逃げてたところ、俺が持ってた。いや、死体、マジで見つけてなくて。え、普通にあの素通りしようと思って、あれ誰も人おらんなと思って上がったら報告されて、僕って言われたら、え、僕見てないって普通に言っただけっていうね。僕あそこにやられたんで、これやばいやばいやばいって思ったんですけど、はい、いや僕があれだったら合ってるんですよ、合ってるんですけど、マジで死体見つけてないっていう、ね、入り口にあったじゃないですか。いや、なんかね、多分普通に、多分あれですかね、人ばっかり探してて見えなかったのか、マジで見つけられなくて。あ、じゃあ、運よく、ゆうすけさんが黒だったからよかった、噛みやすかった。そう、危なかった、ね。マジで僕見てないけどなと思いながら聞いてます。弁明のしようがマジでないと思って。あ、そりゃ弁明しようがないな。まあ、不憫な死に方多いな。あ、ゆうすけさん黒やったんかよかった。いやー、ほんとに黒でしたね。まあ、仮に白だった場合、でもそこで、なんだろう。もう、めちゃくちゃもう怪しいムーブになったので、もうあそこはもう避けられないですよね。もう仮に白でも。いや、そうなんですよ。だから どう転んでも無理やなと思って、もう弁明を諦めましたね。なるほど、そういうことね。でも白だったらやばかったな。やばいな。ゆうすけさん、かわいそうな死に方多いな。いやいやいや、僕のムーブがね、下手でしたね。本当に申し訳ない。ああ、危ねえ、危ねえ。でも人狼が当たった時めっちゃ強かったからな、ゆうすけさん。確かに。でも結構初手でやられてるんですよ、僕。それがかわいそう。え、でもこんだけさ、やってもまだ市民側有利なんだな。あ、でもさっきはあれか、ね、インポスター勝ったか。そうね、まあ大体。5分ぐらいにはなってんのかな。人狼側、2割くらい。人狼勝ったの2回ぐらいですね、うん。最初でどれだけさばけるかみたいなとこあるよね。ああ、うん、こっちが、死に側が人狼を釣れるか釣れないかで、大きく変わってると思う。ああ、最初死なないことと、どんだけやるか。そうだね。あ、そうね。バランス的にはすごくいいと思う。切りすぎてもダメだし、なんか、積極的に行きすぎてもバレるし。うん。難しい。バランス難しいですね。いや、もうマジで白
って議論してるときが一番安心できるわ、ほんと。確かに。まあ確かに。はい。嘘をつかなくていいから。そう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 。じゃあ、とりあえず今日はこんなとこかな。はい。いや、ほんとに。ファイナルラストおしまいか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また、また適当にこのグルチャでなんか、誰かしら別に僕じゃなくても誰かしらなんか募集して全然構わないんで。やりましょう、マジで。途中参加だったんで、今日。はい、またやりましょう。あ、おもろかった。面白かったね。じゃあまたよろしく。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみ。はい、抜けてきました。遅くまでやってました。まあインポスターでね、初めて勝てたと。よかったですね。じゃあそれでは、おやすみなさい。